あの板みたいなのがそのまま動くんですか。え、どういうこと。もうフェリーです。フェリー、車のフェリーみたいな。そうですね、車専用の。すごい、最高。マダガスカルの風を感じます。涙出そうですわ。もうめっちゃ最高。涙出そうですわ。なんかなんで涙出そう。え、なんで涙出そう。なんか涙出そうですわ。いやー、すごいわ。すごい経験ですね。涙出そうですわ。今からおよそ6000万年前、世界のとある場所に浮かぶ孤島にある生物が奇跡的に漂着しました。数百キロ離れた大陸から潮に流されながらも生き抜き、島に流れ着いたのです。その生物にとって島は敵がおらず快適な世界。外界から隔絶されたその場所で、他のどこにもいない独自の生き物へと進化していきました。動植物の 80% 以上がこの島だけの固有種という場所。そう、ここはマダガスカル。日本のおよそ 1.6 倍、世界第4位の大きさを誇るこの島国は、世界中でも類を見ない神秘の珍獣奇獣が生きる世界。今回そんな島をぐるっと一周する旅に出ました。取材期間およそ2ヶ月。素晴らしい。取材ではイギリス BBC でも捉えられなかった世界初となる映像、さらに現地の研究者も驚く新種を撮影。見つけたよ、地球最後の秘境マダガスカル。神秘の珍獣奇獣求め、島を一周6000キロの旅。日本からの直行便はないため、飛行機を乗り継ぎ25時間のフライト。ようやくマダガスカルに着きましたけど、時刻は夜中の2時です。超綺麗、すごい絵みたいな。この島に初めて人類が移り住んだのは今からおよそ2000年前。いやー、マダガスカル始まったなと思いました。そもそもマダガスカルについてどれほどのことが知られているのでしょう。アフリカ大陸の東側に位置し、人口およそ2800万。日本は主にニッケルやコバルトを輸入、バニラに関しては最大の輸入相手国。日本からは自動車やゴム製品をマダガスカルへと輸出しています。始まりは1億数千万年前、巨大な大陸が分裂し現在の姿へと変わり始めた時。アフリカから切り離されインドとも分離した島が、近くの陸から数百キロの地点でとどまりました。その誕生の歴史と隔絶された熱帯地域という環境がマダガスカルの運命を決めたのです。世界最古の島は長い年月をかけて多様な地形を作り上げました。国の地形は南北に貫く背骨のような山地の両側に異なる環境が存在。西側には幹が膨らんだ奇妙な木が目立ちます。島の下、南側は異質な世界。乾ききった砂地の間に塩水が混じり、トゲのある節くれだった木が育っています。雨の多い東側は青々としたジャングル。香りがすごいいいですね。
っとりした森で、うん、気持ちいい。金色のヤモリ、スジヘラオヤモリですね。手も小さい葉っぱのようになっていて、目まで金色ですね。面白いのは、このヤモリはこのヤシ科の植物の近くにしか生息していないことです。共存してるんですね。尻尾までこの植物の葉っぱに似てますね。隔絶されたさまざまな環境の中で、生き物はその地に合うよう進化したのです。その多様性は類を見ません。この場所で生き物たちはどんな進化を遂げてきたのか、そして神秘の世界はどのように作られたのか、その謎にも迫ります。さらにマダガスカルをぐるっと一周しながら、島に古くから住む19の部族も取材します。西側の海岸にはこんな場所も。マダガスカルの人はインドネシア、マレーから渡ってきたって知ってます、ね、最初東南アジアの人が来たって。そう、半分ね、アフリカ大陸のね、はいはい、モザンビークがだいたい400キロぐらい、だいぶ向こう、まあ、そこからも渡ってきたんだよ ね。旅をするのはテレビ朝日アナウンサー山本由紀乃。そして今回、女子アナ一人では心もとないと、テレビ朝日 OB から強力な助っ人が。今を遡ること42年前、世界最難関の山 K2 を取材。あと10メーター、5メーターですか、雪をトラバすると、サンスピラ南南西路出ます。どうぞ。救急立ったんですか。おめでとうございます。本当によう頑張った。はい、ちょっと時間食いすぎて苦しかったですけど、なんとか立てましたね。 K2 西陵ルートを世界初登頂。さらに日本一の冒険家上村直美も取材した心強いパートナーです。75歳と30歳、45歳の年の差コンビを結成。ディレクターはナスディが担当。一眼レフで動画の撮影も務めます。テレビ朝日の社員が行くっていうのが、だから僕の場合も私たち取材班はちょっとずっとやったんですよね。で見てきましたっていう紹介だったんですね、他の局にはできない、もうテレビ朝日だからできた映像っていうのを一緒に、私もまあちょっとでも貢献できたらなって。丈夫そうだから大丈夫です。タモリさん、あの女性がつけてるあの顔のあれ日焼け止めですよ。あれ日焼け止めなんですか。そうです。タマリンの木っていうの木があって、それをすりつぶして水ちょっと入れてパッと、そうすると日焼け止め。やってみたい。あれ相当な人乗ってますよね。水上タクシーだそうです。一人1000アリアリ、日本円で33円ぐらい。めっちゃ客いますね。月曜日の朝なんで通勤ラッシュらしいですよ。なんかもうあそこ歩いちゃうって人もいるね。そうですね、歩いてますね、もういいや、歩こう。もういいや、ね、もう待って入れない、昔ながらの寮生活を送る人々が暮らすベタニア村です。でこれはサチャという木の葉っぱを乾かしたものです。一本一本かませて格子状にして、それがこういう面になってくるわけですよね。わあ、長い。わ、綺麗。すごい。この一般のその漁村の方々の暮らしを見せてもらいます。失礼します。お邪魔します。はい、ベッド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 、キッチンもシャワーも外にあって、この家は寝るだけです。シャワーといっても井戸の水を汲んで被るだけですが。この家は電気はありますか。電気は通っていません。夜はこのライトで過ごしています。でも電気もないとかね、水道もないけど、どう思いました。すごいですよね。だから本当知恵で生きてるんだなっていうのも感じたし、でも皆さん笑顔が素敵で、ね、特に子供が ね、はい、可愛いですね。優しくて、ね、いい場所ですね。貧しいけれど、
なんかね、気持ちがいいと感じて、はい、アフリカにあって最もアジアに近い国、それがマダガスカルです。ダンタン畑で、そうですね、ダンタンで明かりを込むんですね。マダダ、ここマダガスカル1975年まで米の生産が世界一。脱穀してますね。多くの人の主食はお米。年間消費量は1人当たり120キロと日本人の2倍にも上ります。今ではインド、アフリカ、アラブ、中国、そしてフランス植民地時代に入植したヨーロッパ系の人種とルーツが全く異なる19の部族が暮らしています。あー綺麗だな。ほぼ中心に位置する首都アンタナナリボ。王宮跡っていうのは丘の上にあるんだよね、昔の王朝時代。ちょっと子供たちにいい感じで撮ろう。こんな街中にもウスタレカメレオンの赤ちゃん。これ赤ちゃん、赤その横にはマダガスカルジョロウグモという大きな蜘蛛がいました。金色の糸が出る、これを束ねて編むと跳ね返すらしいです。防弾貯金がある、これ強いらしいです。そして世界的に権威のある国際霊長類学会会長ジョナ教授に会いに行きました。そこで番組の監修を依頼、心よく引き受けてくれました。切手になるぐらいだから、すごい。さあここからまずはマダガスカルに住む様々な部族と接触。中には家を持たずに森に住む羅族も。取材班は首都を出発、島の東側を通って集落を訪ねます。めっちゃカラフルだなこの街、ピンクとか青とか黄色とか紫。結構移動長いんですかね。今日は8時間ぐらい、それまで8時間、うん、日本だったら東京大阪ぐらいの、うん、この辺は織物の街です。ヤシとか木の皮とかで籠編んでましたね。ここからフォアグラの集落、面白いですね。行くに従って産地が違ってくる、結構それが短いスパンであるんですね。フォアが肝臓、グラが油だからフォアグラ、肝臓の油っていうんですね。テンダラ1000円ぐらい、クラブガザミス1キロ3ドル。この村に来ると顔変わってきますね、みんな。インドネシア系置いてウサギ売ってたな、道の駅みたいな感じで。お金持ちの子はペットにしたりとか食べたりとかするようなウサギ、450円ぐらい。そっか、冷蔵庫ないから生きてるやつ売ってるんですね。アルミの村、今度はついにアルミの村が出てきましたよ。お母さん鍋とか食器が好きなんでね、今から流すんですよね。リサイクルして一回溶かして。ここマダガスカルでは空き缶やペットボトルも貴重、さまざまなものがリサイクルされています。わあ、マダガスカルのレストランで代表的な料理を少しご紹介。いただきます、美味しい、本番味がある。ちょっと僕意外とこういうの好きなんですよ。本当に食べたことない味だな、牧草みたいな。うまゼイビーバーベキュー、これ有名ですよね、塩味、うん、ゼブと呼ばれる昆布牛の串焼き、マシキータ。ママ、まあ、毎日はね、すごい美味しい。ただ、塩味なんでね、すごい淡白な味なんですけど、味がいいね、はい、柔らかい赤身の牛みたいな。日ラベ、35万人の都市に到着しました。バスぎゅうぎゅう詰めですね。基本閉まってないもんな、バスも。田んぼ下の村ですね。町の木工所だな。この機械は自分の手で動かします。切ったやつあれですね、色を塗らないって言ったので、全部別々の木を組み合わせてさっきみたいに作ってるんですね。
7万5千アリアル。だから2250円ぐらいじゃないですか。めちゃくちゃカラフルな部族、ベジリオ部族です。他の都市に住んでるベジリオが自分たちの村で採れる特産物、野菜だったり魚だったり糸だったり繊維だったり、ここで売って、売ったお金で自分たちにはないものを買って帰る。結婚が早いみたいですね。15、6歳で結婚するみたいです。ちょっとずつ森っぽくなっていくんですね。ジャングルっぽく、全部がジャングルのイメージですけど、村もあって山もあって畑もあって、その中にジャングルがある。今回の旅はマダガスカルをぐるっと一周ということで、先を急がなければなりません。ちなみにナス D は撮影にあたってこんなものを。こうですか。こう狙います。いいのはこう動しますか。こういう感じ。ナス D は動くテントです。こう好きなところでこう、これで撮ってやろうと思ってるんですよ。いろんな動物、誰が来たの。見事に社内の人が誰もこれを見てなかった。そうでしょう。気づいてなかったですか。そうでしょう。今回駆け足で紹介していますが、実はマダガスカルに来て11日が経過しています。ここで急遽取材。この森にはある部族の人たちが住んでいました。森の中で静かに暮らし、絶対に笑わないと言います。森で生活を送るミケア部族です。今日どこで寝るんですか。そこに大きな葉っぱを何枚も敷いてみんなで寝ている。お水はどうしてですか。大きな木の中には水が溜まっているから、その水を飲んで、あとはバブーという植物の球根を掘って食べている。森で生活しているため、正確な人口を把握することは難しいとされますが、時には50人ほどの集団で暮らすこともあるといいます。一番楽しい時ってどの時なんですか。楽しい時は特にない。寝て起きて食べ物を探す、それだけだ。私も同じよ。家欲しくないんですか。移動して生活してるから必要ない。僕すごくちっちゃくて移動しやすい家持ってるんですけど、すぐ移動できる家があるんですけど、ちょっとだけ見てもらって4時間足らずに。中椅子になってます。こういう形です。はい、ケープ先生、ユーマルのおでおちゃんで、ここがもこういう感じで、ちょっとこう思ったら、どう開きます。どうですか。例えば移動するときはこうです。ガムに寄せ、ガム。奥さんは座らなくていいですか。座り心地どうですか。とてもいいわ。暖かくて心地いいが、私たちには必要ない。ずっとこの森に住んできたから、ここから離れることは考えられない。その後、マダガスカルでも有数の固有種が数多く生息する地域へ。ちょっと標高上がってきた。動物は本当に好きなんですよ。中でもカメレオンが一番好きなんです。結構カメレオンにかける思いというのは半端ではないから。ワールドヘリテッジのラノマファナ国立公園、ナムルナ川っていう川ですね。山の上から水が来ている川、それがずっと公園の中を通ってるんですよ、この川が。でそれをずっと下っていくと滝になってる。香りがすごいいいですね。屋久島みたいな感じね。そうですね、うん、しっとりした森で、うん、気持ちいい。カメレオンとカエルは水を飲まないから、雨が降ると体で吸収するんですね、水分を。だから雨が降ると出てくる。わー、痛い。わー、きれい。カエルも無職に枝にギュッて捕まって寝てる。かわいい。あれか。
おとなしカルマ右側にしカメレオン手で握ってくるギュッてうわー上がってってる歩幅大きいねそうですね、うん、いたあんなとこいた見て見てください今緑わーまたカルマ右側にし、うん、いやなんか歯は全然ない貝みたいなってくるかわいいちっちゃかなりちっちゃいカメレオンこれオスだこのトゲの部分があるのがオスですってでカメレオンは目が3個あるんで目と目の間に目があるんですそれで感じてるんですよ、敵をねあー痛いこれマダガスカルの固有種の鳥です丸ここの公園にしかいない鳥ですねベルジェルネとかわいいこれ丸膨らんでるよね膨らんでます ね耳かきの逆側みたいな、うん、ふわふわしてる気持ちよさそうかわいいでフルーツと木の実を食べるらしいそこもかわいい2匹ですここにもいるんですこの敵ベルジェルネットが敵から身を守るために顔、頭を胴体にうずめて寝てるんですけど全然守れてないんですけど完全に手掴みできましたね国鳥がいますよナシトリって国鳥国の鳥かわいいあ、ハト時計みたいに、うんうん、ハトみたいな形してますね、うん、いますね、緑色の黒い穴の中で卵を守ってるわけですねこれはマダガスカル色鳥という鳥です昔は時計がなかったのでこの鳥の鳴き声を時計代わりにしていました、うん、いつも朝6時から6時半に鳴くのでこの鳥が鳴くとみんなが起きて仕事や学校へ行っていたそうです、うん、さあ移動開始です昨日カメラも結構出たかな直接の最初のご対面でしょそうですね写真撮りながら潤んでたね人に本当ですか嬉しそうにもう日本からぐるっと1万2000キロアフリカ大陸の隣世界で4番目に大きな島マダガスカルは日本の 1.6 倍の面積ですネッタイウリンの大自然が広がるマダガスカルですが世界各国のそれとは違い森には島一番の歴史的成功者が住んでいます木の穴の中に隠れています木に当てるライトを見てください上ですもっと上もっと上もっともっとそこですああ、今顔出した出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 た可愛いほら目がほら目がちっちゃいちっちゃい今本当にこうやって出てきて耳があ出た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 キツネザルですマダガスカルではレムールと呼ばれ現在判明しているだけでもなんと107種が生息よくこっち見てますね夜行性のキツネザルの中では一番大きな種類です大きいなんか丸々としてて可愛い親近感湧くこの子の鳴き方はさらに翌朝夜見たお猿さんと同じお猿さんなんか夜だとあんまり分かんなかったですけど毛がホワホワですね、うんうん、うわすごいかわいいキツネザルの仲間は自分たちで体温調整することが得意ではないんですねだから夜行性のキツネザルなんですけど昼間に出てきて冷えた体を温めているんですねへやばっ一番白い子供がいますねお腹のところにお腹に子供がいて赤ちゃん相当小さいですねあれが黒いの顔ですもんねだから3ヶ月間はお腹ですね、うんうん、3ヶ月間は背中6ヶ月間あったら独立するでその後はお母さんが赤ちゃんを抱いても飛べる
期間、それ以上は重くなるから独立する。うわすごい、すごい、3回ジャンプして、すごいジャンプ力だった。いやすごいベローシバカ見られた。なんか変幻自在ですね、はい、手が長いし尻尾も長いし、ジャンプ力すごいからね。ジャンプ力、はい、まあ、足、うん、足がなんかこんな、こんな風になってて、ね、ここで枝をこう掴むようにして、だから確かに細い枝の方が掴みやすいんでしょうね、うん、シワカはほとんど木の上で生活している。でもどうしても地上を移動しなくてはならない時にとっても面白い移動の仕方をするんです、うん、腕を左右に広げながら長い尻尾でバランスをとって横跳びで移動します。その姿からダンシングシワカの愛称で呼ばれ親しまれているんですね。やっぱり近くにいるんですね家族は。でそれぞれなんか食事してるんですね今、お身を食べて、うん、朝食の時間、ね、キツネザルの繁栄には地球を襲ったある出来事が深く関わっていました。お邪魔してる感じですよねお家に。マダガスカルに生息する猿はレムール。日本ではキツネザルと呼ばれ5科15属107種が生息しています。猿の仲間はゴリラやチンパンジー、また人などが含まれる真猿類と、真猿類よりも原始的な原猿類に分けられます。レムールは原猿類。この猿はレッドフロントリモといって、オスの額が赤で、メスの額はグレーなんですね。で私たちが今見てるのは濃いグレーですね、うん、で2時間食べて2時間寝てで2時間食べて2時間寝てっていう、それを繰り返しているそうです。自分の体重が4キロでその体重と同じぐらいの食べ物を食べる、うん、動物保護を目的に作られたアンジャコミュニティ保護区にはこんなキツネザルが。あ、本当いっぱいいた。あ、ワオキツネザル、リム、リム、ナキ、マキ、マダガシ、マキ。めっちゃ固まってる。ファミリー？ファミリー。ファミリーですって。だいたい一家族10匹から20匹で、メスがボスです。うん、ワオキツネザルはカカア殿下なんですね。座ってる椅子みたいなところにちょこんと。このリムの形がそもそも自然なんですって。やっぱ下いたり上いたりして木の実下で食べたり上で食べたりするらしいです。まあ、人間が入ってきて木を切ったりで上に行くようになったらしいです。だからこのパークは1999年から住人たちがこの周りをプロテクトしてこの森を守ろうっていうので木を切るのをやめたらしいです。やめたら自然の形に戻ってきたっつって。かわいい。めっちゃ見てる。見すぎて目が出ちゃった前に。山本さんやん。山本アナじゃないですかこれ。丸顔で。かわいい。あ、穴が開いた。ちょっと深い。室になってるんだ。地球上にこんな生き物がいたとは本当に驚きました。マダガスカルにしかいないこの不思議な生き物たちは一体どのようにして生まれたのでしょうか。その答えはマダガスカル島が現在までたどってきた長い歴史にあります。まるで天と地が逆さまになったような不思議な姿、バオバブです。大きくなると30メートル近くにもなります。バオバブの起源は1億年以上も前、マダガスカルの歴史を見つめてきた生き証人と言えるかもしれません。マダガスカルのシンボルとも言われるバオバブの木、しかしその分布は非常に変わっています。なぜかマダガスカルの他にアフリカとオーストラリアの一部にもあるのです。
それは遥か昔、地球の陸地が現在と全く異なった姿をしていたことを物語っています。遡ることおよそ1億8000万年前、マダガスカルとアフリカ大陸、そしてオーストラリア大陸はゴンドワナと呼ばれる巨大な大陸の一部でした。バオバブの祖先はここで生まれたのです。ところがゴンドワナ大陸は地殻変動により分裂を始めます。およそ8000万年前までにマダガスカルと他の大陸は分離、3つの場所にバオバブも広がったのです。当時のマダガスカルにはバオバブ以外にもゴンドワナ大陸に起源を持つ原始的な生き物たちが暮らしていました。そこには恐竜たちが闊歩する姿も。ところが今から6550万年前、地球に大変異が起こります。巨大な隕石が地球に衝突したのです。衝撃で生まれた塵の厚い雲が大気を覆い、地球全体の気候が劇的に変わってしまいました。この気候変動によりマダガスカルでも恐竜など多くの命が奪われたのです。生き物の空白地帯となったマダガスカル、この大異変を生き延びることができたのは昆虫や小型の爬虫類などごく限られた生き物たちだけでした。原始的な哺乳類もいませんでした。では哺乳類であるキツネザルはどのようにしてマダガスカルにやってきたのか。それはある偶然が重なり合いこの地に誕生したのです。さらなる神秘の珍獣奇獣との出会いを求めて取材班は野生動物の楽園と呼ばれる場所に向かいました。今まで行った国立公園よりもどこよりも森が深いな。ね、ずっと奥まであるのが見える。ここでしか見られないマダガスカルの多彩な動植物。島の東部に位置するマロミザハ保護区。この地域はよく雨が降り、年間降水量は多い時で3000ミリ。木々の背丈は10メートルほどと低く、太陽の光がよく通り、たくさんの植物が育っています。そんなマロミザハは、生物の多様性を存分に見せてくれました。ルナ教授が今日ね、説明してもらって。ここでは、監修をお願いしている生物学の権威、国際霊長類学会会長のジョナ教授と共に探索。ここを見つけてくださいって。ここにカメレオンいますよ。全部で一旦フォーに三分今ティッシュ。いや、フェリースモール。すごい。手と比べたら分かるかな。世界のカメレオンの三分の二の種類がここマダガスカルに生息しています。わあ、白くなってきた。抹茶色から白っぽくなってきた。わあ、まだらな色に変えましたね自分で。
カメレオンっていうのはボディの色を変えるっていうことに全部注力して進化したんで、スピードが遅いって言われてるんですね、はい、そこに全部集中しちゃった、見つかっちゃったら下に落ちるしかない。で下に落ちたら葉っぱと同じ色になるようになってる。でもう見つかったら食べられちゃう、遅いんで逃げれないんです。山ちゃんの目のでかさぐらい。あ、でも確かに 目ぐらいかも。目の大きさぐらい。あの目の幅ぐらい、うん。本当に目の大きさぐらい。しっかり寝てますね。起こさないように静かに。熱帯雨林に生息するシュトゥンプフヒメカメレオンです。いつも茶色で色を変えることはできません。すべてのカメレオンが色を変えられるわけではないんです。またいたよ、なんか10メートルも歩いてない、ね、あ、これ綺麗、なんかちょっと透明感ありますね。抹茶味の飴みたいな。そう、本当あのそうそう、ね、飴の作りもありますよ、お台場等で。マダガスカルに生息するカエルの 99% が固有種です。マダガスカルの固有種で特に種類が凄まじいのがラン。世界にはおよそ1万4000種のランがあり、その 85% がマダガスカルの固有種です。マダガスカルは昔大陸から分かれて島になったので固有種が多いのです。このランは1年のうち1週間しか咲きません。すごいな、歩けば必ず何か動物がいる。アマゾンでもよくあれ蜂の巣に見えますけど、アリの巣です。熱帯雨林では地面が濡れているので、アリは木の枝に巣を作るんですね。すごい、ダンゴムシね。ダンゴムシすごい綺麗、キラキラ光ってる。触ったら、触ったら丸丸。ダンゴムシね、すごい似てますけど、ムカデとかヤスデの中も別の種類です。面白いな、いろんな動物がいるな。すごい鳴き始めた。歌う歌うみたいな。森の奥から聞こえてくる奇妙な鳴き声。声の主は一体。森の奥、鳴き声のする方へ。あ、リュウ、暗くなる前、ベルビック、インドリ来た。あそこだ、パンダみたいな、ルクライブパンダ。でかいな、インドリ。ここマダガスカルで最大のセレザルですね。ミッシーよりミッシー、あ、パンダキル。あ、本当すごい鳴いてる。グループ同士で鳴き合うことで縄張りの確認をしています。彼らは小さな家族で行動して、夫婦で一匹の子供と共に暮らしています。すごい大きい、小学生ぐらいの大きさかな。足も長い、本当パンダみたいな、白と黒ですね。すごい食べてる、葉っぱと木の上。インドリは時には土を食べて酸度調整を行います。葉っぱだけを食べていると体の酸性が強くなるので、アルカリ性の土を食べて中和しています。お尻真っ白だな。体の重さは6キロから8キロほどです。キツネザルの中で唯一長い尻尾を持たない種類です。インドリすごい飛ぶな、ジャンプ力すごい、結構な巨体で結構距離を飛びますね。でかいですよね。でかいですよね。腕の葉っぱの中人間が入ってるみたいですよね。バンブーレム、はい、バンブーレムールです。6頭固まってる。降りてきた、降りてきた、あ、飛んだ、すごい飛んだ。スポーテッドリム、この木の真ん中あたりの穴の中に背中だけ見えてますね。動いた動いた。山本穴じゃないですか、ここ丸が折る。山本穴めっちゃいるな、これも。あ、ちょっと幻想的やな、日が入ってくると。朝の雨とまた大違いで、全く違う。雨の表情と晴れた時のこの森の表情、全然違う。多種多様な愛くるしいキツネザルたちですが、もともとマダガスカルにはいませんでした。では、一体彼らはどのようにしてここにやってきたのでしょうか。DNA による分析で、キツネザルの祖先はアフリカにいたことが分かりました。キツネザルの祖先がやってきたという6000万年前、マダガスカルはすでに島になっていました。ア
間に広がる広大な海。400キロもの距離を彼らの祖先は一体どのように渡ってきたのでしょうか。手がかりはインド洋特有の気象にありました。当時も今と同じように定期的に巨大なサイクロンがアフリカ東海岸を襲っていたと考えられています。大量の雨で氾濫した川が木々をなぎ倒し海へと運んでいきます。中には穴に避難していたキツネザルもろとも大海原へ流された木もあったに違いありません。それが長い漂流の果てにマダガスカルへとたどり着いたと考えられているのです。ただキツネザルの祖先は400キロもの旅を飲まず食わずで乗り切ることができたのでしょうか。実はその謎を解く鍵を握る生き物がいます。いた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 、ネズミキツネザルだ。かわいい、すごいちっちゃい。ネズミキツネザルです。キツネザルの祖先に最も近い暮らしぶりをしていると考えられています。実はネズミキツネザルは餌が少なくなったり気温が下がると自ら休眠状態に入るんですね。ほとんど動かないでかなり少ないエネルギーで生き延びることが可能なんです。この休眠能力のおかげでキツネザルの祖先はマダガスカルへと渡ってくることができたと考えられているんですね。面白いですね。面白い。およそ6500万年前巨大隕石が地球に衝突。それにより急激な気候変動が起こり、マダガスカルでも恐竜をはじめ多くの生き物が絶滅してしまいました。しかしどこからともなく海を渡ってきたのがキツネザルの祖先。外敵となる肉食獣がいなくなった島に偶然流れ着いたのです。敵のいないこの楽園でキツネザルはさまざまな環境に適応し種を広め多様化していったのです。こっち見てる。こちら竹やぶに住んでいるのはバンブーレムール。竹を食べて生きることに決めたレムールです。竹の葉は繊維が多く消化しにくいため、世界中を見ても竹を食べる猿はほとんどいません。あ、マウスリムがいるって。ライトを暗くしちゃった途端に逃げるみたいですね。ライト当たってる時は目が見えてないから逃げれなくて。かわいい、すごいちっちゃいな。手のひらに絶対乗りますね。レッドラフトリム、あそこ。うわ、でかビッグワン。ビッグワンですね。イエスイエス。うわ、取れないと思った。結構デカめのレムなんですけど、うわ、すごい多く、速っ。あそこに、あ、来てくれた、こっちに。川渡って行こうと思ったら川渡って来てくれた。近づいてきた、完全に見に来たんだ。全部こっち来ちゃいました。いっぱいいたな、群れで。まだまだ続々と出てきます。あ、いたいたいた、デッドレムール。目がまん丸だな。すごい近くで見れるんですね。フルーツ食べてる。毒性のある植物を食べるんです。それも食べれる。天然の動物園みたいな感じ。自然の中の。そういう意味じゃこの島は珍しいんじゃない？ずっと人が入らなかった。結構見れましたね。すごいよね。可愛いね。やっぱり森がいいんだね。そうですね。間違いなく。久しぶりに興奮したよ。そうですか。こんないっぱい見たことないもんね。そうですよね。ね、その場で見れるってすごいよね。そうですよね。本物に生きてるやつ。幸せですよ。これらはすべてホットスポットに暮らしている生き物たちや自然です。普段めったに接することのない珍しい生き物たち。今回の旅で出会った生物もこの中にいるはずです。ホットスポットとは多様な生物が住んでいる地域でありながら、本来の自然、原生の自然の7割以上が失われてしまっている場所のことです。そうした場所が
この地球上にどれぐらいあるかというと、世界各国合わせて34カ所が特定されています。今回はその中でも特に特徴のある神秘の珍獣奇獣が生きる世界マダガスカルを取材しました。アフリカ大陸の東、インド洋に浮かぶマダガスカル。原始的な猿、キツネザルをはじめ、世界でここにしかいない生き物たちの宝庫です。皆さん見つけてください。この木のこの間にある生物がいます。この間に、Look from here. ここからここの中にいる。Yeah. Okay. Eat them. Of course. どれ？やっぱそれ。Yes. 張り付いて。Yes. ここが目になります。木の色に似せて身を隠しているんです。こちらは世界最大級のヤモリ。ヘラオヤモリ。これは擬態の王様と言われるような、さすがに頭下向きに寝てるらしいです。というのは雨めちゃくちゃ降るから、雨が鼻とか目に入るの嫌だから、夜はやっぱジャンプしたりして夜行性なので、昼間はこうやって鳥から逃れるために木に擬態している。目がすごいな。上下の3ですね。赤だと。そして目にはまぶたがないので、汚れはこうして舌で舐め落としているんですね。昨日なんか、はいはい、全然関係ない話ですけど、であとようやく動物撮影の入り口をノックした感じがしたんですよ。全部がつながってきて、うん、動物が夕方になるとこっちからこっちに移動して、うん、寝始めてて、うん、全部が自然サイクルの中で、動物の場合って相手に合わせないとダメなんで、うん、確かに自然に合わせないと。そう、点で捉えずに、うん、自分は一遍見てこの猿をシファカだ、うん、真っ白だって点で捉えちゃうじゃないですか、はい、でも四季もあって出産もあって子供もいて、それ大きくなって巣立ちとか全部ある中で撮った方が楽しいんだろうなって昨日思ったんですよ。だから動物の番組見てると、今日はシファカが顔を出してくれましたっていうナレーションって動物好きなやつが作ってんだなって昨日思ったんですよ。葉っぱの葉脈みたいな感じで模様がついてる。すごいね。尻尾までも枯葉みたいな形してる。これかなり珍しいみたいですね。葉っぱみたいな形、色と枯葉みたいな、こういう形のカマキリ。エスカラム。首がね、クレーン車みたいなやつなんですよ。わー、出た。ヤスデだ。これは赤と黒の模様で、マダガスカルの炎のようなヤスデという意味のマラガシーファイヤーミリピードですね。ほら、めっちゃ変な色してる。面白いですね。こんな生物いるんだ。隙間なく均等に足が生えているのがメス、少しまばらに生えているのがオスなので、この子はオスですね。グリーンビジョン、緑の鳩、2匹仲良く並んで寝てますね。鳩は緑だ。テンレ、手とかは鋭いですね、爪がね。目ちっちゃ。あ、サボテンみたいだ。優しくしてたら柔らかいんですよ、針が。で、怒ると急に硬くなるんですよ。穴を探してんです、ずっとテンレ。で、出産に関しては平均で20頭、最高32頭の赤ちゃんを産んだ記録があります。なんと乳首は29個で、哺乳動物では最多と言われてるんですね。マダガスカルボア。うわ、手で行くんすか。危ないっすよ。うわ、爪行きみたいになってる。マダガスカルボア。いや、ベルビック優しい顔してる。あんまり力強くない。優しいヘビだな。ベリージェントルスネーク。ジェントルスネーク。ジェントルスネーク。でかい。150センチぐらいかな。親指の爪に乗っけても親指の爪の方が大きいですぐらい。ちっちゃいカエル。これちっちゃい動物も生息できるんだな。木の上にカエルいます。木登りガエル。ちょっとずつ跳ねてあそこまで行くみたい。人木伝いによくあそこまで行ったな。落ちることもあるでしょうに、ね。マダガスカルにおけるカエル、その進化のバリエーションは凄まじく。現在確認されているのはなんと300種類以上。その数はどんどん増えており、調べれば調べるほど新種が発見されるほどだといいます。
わあ、いた。トマトカエルです。トマトフローク。鳴いてる鳴いてる。かわいい。このカエルは地上生活に適応していて、ご覧のように水かきはかなり小さくて、指先の吸盤もないんですね。動きはのろく、ジャンプもあんまりしないカエルなんです。めっちゃいる、トマトガエル。この島の生き物が多種にわたるのは、そんな歴史だけではなく、特殊な気候にも理由があります。島を南北に走る山脈は、東から吹き込む雨雲を遮り、東側では年中雨が降るが、西側の降水量は少ないというのが特徴。なので西側の植物は乾ききった土地に適応しています。西側には東側の1割以下の降水量しかない地域もあるんです。山本さん、はい、結構キスだらけです。これはでもマダガスカルの植物でピッと切っちゃって、はい。このテントの近くでウスタレイカメレオン見つけました。目がすごい、360度回る。めっちゃキョロキョロ見ている。これ近くで見ると原始の感じです。ちょっと捕まえたばかりに威嚇してます。めっちゃ怒ってる。可愛いですね。分かった。こうやって撮ってると自分で自分を見てるから襲ってくるの。ちょっと噛まれてみたいですね。でもね、やりますか。いいっすね。ほらほら、めっちゃ痛いじゃないですか。プチっていくかもしれない。うわ、本当だ。めっちゃ痛い。血出た、血出た、血は出てないです。全然甘噛みじゃないです。やばい、勝手かったですか。ヒヤッとしました。ヒヤッとしました。ちぎられると肉を。地元の人に捕まえて自分の畑に放すらしいんですよ、そしたら虫食べてくれる。食べてくれる。結構この掴む力が強いし、2本指なんですけど、細かく見るとこれ5本指で、5本指が、2つに分かれてる。って感じですね。この爪が結構掴む力が強いから痛い。下手くそ、下手です。ごめんね、下手で、ごめん。なんかふん、鼻息ふん。皆さんご存知の爬虫類カメレオン。マダガスカルには世界中のカメレオンの3分の2が集まっており、ほとんどがここにしか生息していない固有種。餌を奪い合う動物や天敵が存在しないため、それぞれの環境に適応して進化を遂げ、その地形や気候に合った生き方をするようになりました。グリーン、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 グリーン。パーソニー、パーソニー、パーソンスケミリオン、パーソンカメレオン。重さは世界ナンバーワンのヘビー級。足太いね。太いですね。小さな小鳥なら食べてしまいます。でも大きな鳥には食べられてしまいます。それが自然の摂理なのです。後ろから見て分かりやすいけど、カメレオンって大きく見えるんですけど薄いんですよ。なぜ薄いかっていうと、細い棒の上につかまれるように体が薄くできた。これが木よりも分厚いと下に落ちちゃったり枝につかまれないんで。体の色を変化させるカメレオンですが、その変化の幅は住む地域によって決まっています。例えばこちらのパンサーカメレオン、マダガスカル北東部に分布しますが、体の色は地域で全く違い、さらに天敵から身を守るだけでなく、相手への威嚇やメスへのプロポーズなど仲間同士のコミュニケーション、つまり言葉として体の色を変えているのです。青いですね。目が赤いです。ちょっと怒って、お腹の部分にもトゲトゲがあるのが特徴です。パンサーカメにも返してあげましょう。手足の指は5本ありますが、枝をつかみやすいように大きく2つに割れ向き合っています。そのため枝をしっかりつかんでいつまでもじっとしていられます。最大の特徴は
大きな目、左右別々に動き360度周囲を見渡せるため、獲物を取る時に大いに役立ちます。長いベロベロ、尻尾から頭の先までと同じだけのベロ、ベロが下がる。めっちゃ速いですよ。さあ獲物がやってきました。あ、なんかでも狙ってますね、うん、確かに。あ、なんか行きそう。すげえ、すごい、本当に体と同じぐらいの長さのベロ出てきました。本当にスピードはもうこのぐらいです。本当にスローでもう一度。舌はまっすぐ獲物に向かっていき、舌先で包み込むように捕食しました。カメレオンの舌は舌骨という一本の骨、蛇腹に畳まれた筋肉、先端の筋肉、獲物を捕らえるベタベタした舌先からできています。獲物を捕るとき、先端の筋肉を収縮させ、舌骨を滑らせ前へ、舌がゴムのように伸びていきます。獲物を粘液にくっつけ、包み込むようにしっかり口に運ぶのです。ちなみにその視力は7メートル先のものまで見えるといいます。村人は決してカメレオンに危害を与えるようなことはしません。人間が生活するそのすぐそばでカメレオンは安心して暮らしています。ところでなぜカメレオンはマダガスカルに集まっているのでしょう。その秘密は大昔の地球にありました。今から1億6000万年前の地球は2つの巨大大陸に分かれていました。南側のゴンドワナ大陸にマダガスカルは含まれています。この頃すでにマダガスカルとアフリカ大陸は離れた場所にありました。8000万年前、マダガスカルは他の大陸と切り離されて、その後一度もつながることはありませんでした。アフリカのサバンナに生息するライオンやチーター、ハイエナなどのネコ科や犬科の大型の猛獣はマダガスカルにはいません。アフリカと全く違う独自の自然環境がマダガスカルにあり、カメレオンはこの島に生まれこの島で進化しました。もしもマダガスカルに餌を競い合う動物や捕食関係にある天敵がいたら、カメレオンはごく限られた環境にとどまるしかなかったでしょう。ところが実際のマダガスカルはこれらの動物が少なく、カメレオンはそれぞれの地に進出。環境に合わせて形や生活の仕方を変え、それぞれ別の生き方をするようになったのです。このように同一の祖先から様々な方向に分化し種類を増やしていく現象を同系多系化と言います。カルンマカメレオン族はパーソンカメレオンをはじめとする42種、フサイカメレオンは24種、ヒメカメレオン族は31種。同系多系化はマダガスカルの大きな特徴なのです。なんか喋ってくれたらいいのにね。そうですよね、単語でいいから。ママナだけ言ってる。川の近くではこんな集落に立ち寄りました。かわいい、ここだけ残された。あ、アメはキヤって舐めてるやん。はい、どうぞってちょっと舐めて、僕ちょっと舐めて、で出してあげて、アメ優しい、いい子。ペットボトル空になるじゃないですか、あげたらめっちゃ喜びます。木の実から抽出して油入れたり、木の樹脂で取った香水を入れて売ってます。これだから、これが欲しいんですよ。容器として使う。彼ら容器こんなの買えないんで、高すぎて。
だからペットボトルすごい大切にします。子供が薪集めした。燃料薪なんだよ。あ、すごいな、焼き畑と。ああやって森がなくなっていっちゃうんだな。もともとね、80% ぐらいが森だった国が 7% だったんですね。国土の 7% しか緑がない状態なんで。こういう焼き畑とか、人が入ってきたことによって、どんどん動物たちの住む場所が減ってるんですよ。押しやられてるんですよ。住む場所が徐々に失われつつあるキツネザルですが、中にはそれを保護するこんな場所も。バコナレムールアイランド。かつてペットとして飼われていたキツネザルを保護する目的でできた公園で、入園料は1万アリアリ、300円ほどです。人懐っこいキツネザルが放し飼いにされていて、餌付けや触れ合いが楽しめる観光客にも人気のスポット。待ってます。いつもあの下から上を見上げてたんで、この同じ目線はないですよね。首周りのふさふさした毛が特徴の黒白エリマキツネザルです。こんな近くで見れるんですね。これ観察するにはすごくいいかもしれない。サラサラっすね。なんで鳴くの。なんやろこれ、ウサギかな。毛質がすごいいいです。柔らかい毛質。ちょっと、まあ、寒いから丸くなった。ちっちゃくなった。まあ、ピュッて硬くなった。雨降ったら。あ、来た来た来た。来た。あ、来た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 。うわあ、かわいい。あ、やった。なんで？かわいい。ブラウンレムール。この距離で目を見るとオレンジ色の綺麗なビー玉みたいな感じ。立った立った。おお、いやいやいや、あ、山さん、バンブルームいる。ね、かわいい、めっちゃかわいい。バンブルームールが超かわいいんですよ。木々を軽やかに飛び回っているのはダイアデムシファカです。うわー、飛ぶのすごい。来た、シファカ。すごい飛んできた。こっち見てる。目が真っ黒なビー玉みたいな。いやー、昔はいっぱいいたんでしょ、本当にこんな感じ。ここでは毎年赤ちゃんが生まれ、キツネザルが増えています。数が増えたら自然の森に返しますが、一匹ではなく家族単位で森に返すんです。もし新たな森に馴染めなかったら保護してまた連れて帰ります。一頭のキツネザルが木から降りてきました。うん、これ丁寧に降りてきてね。うわ、上手。うん、あ、近っ。めっちゃ可愛くない？可愛い。めちゃくちゃ可愛い。降りてる。ちょっととぼけた愛嬌のある顔つきのコクレルシファカですね。可愛い。なんかあれみたい、ウグイスボールみたいな。あれ、なんかチューしてて今。え、カポ？イエス。カポ。指の、ま、先が丸いのね、なんかね、強く引っかかるの。ここで何かしました。びっくりした。山本さん、ちなみに今の声はどう言ったと思います？お母さんが多分最初に、あんたたちもうそろそろ行くわよ、子供たちが、おー、怒りました、そうするよみたいな。鷹が飛んできたっていう、それを一匹が聞いて、みんなに警告、来るぞって。で、ああいう声をみんな出して、何か言って、あ、ほら、ちょっと動き出したね。警戒してるんですね。本当だ、面白いですね。上にいた猿が下がってきてる。上にいると鷹が、しかもこのキツネザル、人間の下みたいな強いやつのそばにいたら守ってくれる。で、みんな下がったんですね。へー、私の違いました。感情あると可愛いですね。理解できると。可愛い。すごい可愛い。その種が多様に広がったキツネザル。DNA の分析によると、
アフリカ大陸からマダガスカルにやってきたのは1種類だけ。なぜたった1種から107種へと爆発的な進化が起こったのでしょう。その謎を解く鍵は多様な環境にあります。マダガスカルの南部には乾燥した大地が広がり、年間降水量は500ミリにもなりません。乾燥に適応した原始的なトゲ植物が大地を覆っています。キツネザルの祖先がマダガスカルにたどり着いた時、当時の環境はこれとよく似た風景でした。当時島全体が今よりも乾燥した地域に位置していたのです。DNA の研究からこの時期新たな種が誕生したことが分かりました。アイアイです。農業などで一度はその名を聞いたことのあるアイアイがいるという北東部の無人島へ。ここからスピードボードでムジマンガ別王へ向かいます。あれがムジマンガ別一番行ってみたかった島から来ないです。クジラが出ます。ザトウクジラのお母さんと赤ちゃん、それともう一頭は兄弟ですね。毎年7月から9月にかけて南極から数百頭のザトウクジラが繁殖のために暖かく安全な海を求めてやってくるんですね。やっぱいろんな生物が見れるんですね、こっちはね。真っ白になっちゃった。目の前の霧に包まれた島だ。もう入り口からして今までとちょっと違うもんね。やっぱ無人島なんで空気がいいな、美味しいな。鳥とか虫とかの多重層だ。森のストリングス。あ、カメレオンだ、これ。じゃあこれが世界で3番目に小さいカメレオン。ロシマンガベ、ヒメカメレオンですね。すげえ。ほら、こんなちっちゃいんです。まあ、すぐ転がる。で、死んだふりしようなんですよ、一回。これでも生態ですからね。これ全然元気なやつですからね。ちょっと触った感じは結構しっかりしてるんですよ、ちっちゃいくせに。でもペチャッとして潰れそうじゃないですか、両生類みたいな。違いますね、体の方もしっかりして。ちなみに他のカメレオンのように緑とか黄色には体の色は変えられません。ただ黒から茶色ぐらいに変えることは可能です。そして枯葉の下などに隠れてヘビや鳥などの天敵から身を守っているんですね。このちっちゃいカメレオンですけど、他のカメレオンと同じように舌の長さは長いらしいです。全長と同じような伸びるみたいです。でも舌を伸ばして獲物を取ることはほとんどありません。大きなカメレオンは木の上にいて遠くの獲物を狙うので長い舌を使いますが、土の上を這う小さなカメレオンは土の上にいる獲物を食べながら歩くのであまり舌は使わないんですね。不思議だな、こんな生物が生きてるって。いた、いた、そうだ。マダガスカルキンフィッシャー、茶色っぽい鳥。さあ何かを狙ってますね。餌は小魚やエビです。どうだ、水の中に入ってこのように捕まえましたね。この竹から顔出してます。ノシマンガベ島にしかいないらしいですね、このマンテラレビ型っていうカエルは。なんでカエルとこんな色してんだろう、こっちの。鮮やかすぎるね。パンサーカメレオン。パンテラカメレオン。体の模様がヒョウ柄に似ているのでパンサーと名付けられたと言われているんですね。ちなみにカメレオンはこのように前後にゆらゆら動きながら前に進みますが、実はこれ木の葉に擬態しているという説もあるんですよね。これでも風で木の葉が揺れている様子を真似しているつもりなんですよね。カメレオンって面白いですよね。木の上での生活にものすごく適応したトカゲとして進化しているんですけど、じゃあ絶対に見つからないかというとそんなこともなくて、で見つかった後足の速さなんかを犠牲にしてるんでじっくりと観察できたりするんですよね。その辺がなんかこうとっても可愛く愛おしく感じるんですよね。うわ、バナナ取った。バナナ取られた。そっちにいますね。ホワイトフロンテッドブラウンリム。さっきバナナ取ったやつのオス。このようにオスは額から頭部にかけて真っ白なのが特徴です。そこからこの名前がつきました。
はい、嫁がバナナ泥棒の旦那いたいた、そこだ、あれだあれだ、いたいた、ブラックの前でクラックスから、結構ベリービッグ、やっぱあの動物園に似たやつだ。黒白エリマキツネザル、雰囲気も体格も全然違う、目つきが全然違うけど同じやつだ。今ですね、この木の上にブラック&ホワイト、動物園で見たらえらい懐いてたあの猿が見つかりましたけど、こっちのは野生的で顔つきは違いましたね。なんかこんなに違うんだな。でもやっぱり昼の動物撮って夜撮ったりとか、わりかし人に懐いたところであの動物を見て、ここみたいにある程度野生なところであの動物を見ると、その動物を点で捉えずに違ういろんな軸の線で捉えてるんで面白いなと思いますね。生態を知ってくるような。アイアイは夜行性、夜を待つと早速アイアイ、アイアイですって、アイアイ、あ、いたいたいた、あいあいだ、あいあい、そんないきなりと、マスレミスユッドジュッ近づいてきてる、どう見えます。あ、でも結構動きが早いと、マフチュル、と、マフチュル、わぁ、OK、 多分ライト照らしてないと逃げちゃうのね。ライトで照らすとやっぱ動き止まるんだ。あ、いや、いや、いや、マイタチャプチャリオコン、ウジャプマイタ、パトリック、イジャフィングマイタ、かわいい。アイアイが誕生した後のマダガスカルでは、生物の多様化が広がるある出来事が起こったといいます。キツネザルの中で最も奇妙な形をしているのがこのアイアイですね。頭から尻尾の先までおよそ80センチあります。夜になるとねぐらから出てきてこんな感じで活動するんですね。主食はラミーと呼ばれる木の実の種子なんですけど、この木の実は非常に硬くてクルミの3倍もの厚さがあります。それでもアイアイは難なくかじって割って実を食べてしまうんですね。アイアイの名前の由来を知っていますか？まだそれに名前がついていない頃、ある学者がアイアイを見つけて現地の村人に聞きました。これはキツネザルですか？じゃあこれはサルですか？違いますをアルファベットで書いたらアイアイ、マダガスカル語の違いますが名前になったんですよ。面白いですね。キツネザルの祖先からアイアイが誕生してしばらくしてからのこと、今からおよそ4000万年前、島に大きな変化が訪れます。他の大陸から分裂したマダガスカル、その後も年に数センチの速度で北へと移動を続けました。そして暑く乾燥した地域を抜け、次第に湿潤な地域へと入っていきました。海からの湿気を含んだ空気が山にぶつかり雨雲を生み出し、カラカラに乾いた大地に雨が降り始めたのです。雨は新たな環境を作り出していきます。熱帯の森です。キツネザルの祖先の目の前に乾燥の大地とは全く異なった新天地が広がったのです。 DNA の分析でもマダガスカルに熱帯の森が誕生した頃、キツネザルがその種類を増やしていったことが分かりました。森がもたらすあらゆる恵みを利用するよう進化したのです。昆虫を食べるもの、果実を食べるもの、インドリが主に食べているのは木の実や葉っぱです。でも繊維が多くて消化するためには長い腸が必要なんですけど、その長い腸を収めるためにインドリの体は大きくなったんですね。
そして樹液を舐めるもの。キツネザルってみんな可愛いですよね。島の数箇所に見られる海岸まで迫る熱帯雨林。島最大の熱帯雨林は北東部のマスワラ半島に広がります。数千平方キロに及ぶ自然のままの密林。海に接した土地で植物が育つのは難しい。砂の土壌は流れやすく、頻繁に塩水のしぶきを浴びます。それでも森は生き物であふれています。ここは野生動物たちの楽園とも呼ばれているんですね。マソワラ国立公園です。マダガスカル最大の国立公園で、はい、ユネスコ世界遺産アツイナナナのリングの一部にもなっているんですね。マソワラ半島の森はマダガスカルの面積の 2% ほどなんですけど、この森にはマダガスカルに住む生き物の半数以上の種がいるんですね。緑深い遮断された世界へと入っていきます。雲霧林の何層にも重なる空間が生き物に住処を与えています。薄暗い密林の下層を牛耳る鳥がいます。おお、綺麗ですね。青いくちばしのね。マソワラ半島だけに生息する固有種ヘルメットオオハシモズですね。ここマソワラ国立公園のシンボルにもなっています。俺が一番につけました。マジで、まあ、でも V 見れば分かりますかね。 V はもう確実に僕の一度が早かったです。ヘルメット絶対見つけた。ヘルメットヘルメットいた。確かにラス D の方が早かった。くちばしが青い鳥はこれが唯一だと思います。でしょうね、まあ、自然界で青ってはないか動物。このオオハシモズは奇襲攻撃が得意です。地面のヤスデや幹のセミやトカゲをこんな感じで襲うんですよね。島のオオハシモズは20種類ほどいて、はるか昔この島に渡ってきたたった1種類から進化したと考えられているんですね。こんな大きさです。すごいちっちゃいです。実はでチョンって触って もう逃げる気配がないです。かわいいですね。世界で5番目に小さいマユダカヒメカメレオンですね。触ってやっとちょっと多かった。日中は葉っぱや土の上または葉っぱの隙間に隠れていて、夜は小さな木の枝に登って寝ます。雨が降って流されたりするのを防いでいるんですね。逃げてるとこうピュッとつまめるんですよ。めっちゃちっちゃい猫みたいなキョロキョロしてるんです。捕まれたら逃げもしないし暴れもしないし、でこう置くとで逃がしたところで逃げないですかね。もう隠れてるつもりですからね。ちっちゃすぎてフォーカス来ないや。ドレスかってなってます。カメラどれにピンを外しますっていう感じ。何これ、こんな植物多い。何ですかこの赤い変な植物。ワイルドジンジャー。ワイルドジンジャー。ああジンジャー、that's a fruit。 ワイルドジンジャーのフルーツだ。白びたいキツネザルがよく食べます。妊娠しているメスが酸っぱいものを求めて食べるんですよ。サクロだ。そのお味は、うん、酸っぱくて美味しい。かなり酸っぱいザクロです。いた、パーソンカメレオンだ。このように角が花のようになっていて、勘違いして蝶々が寄ってくるんですね。そこをパクッと食べるんですね。私の大好きな動物です。僕も好きです。一番好き。また別のパーソンカメレオンがいました。角があるのでこれもオスですね。よく食べるのはコオロギで、あとはクモとかセミ、トンボ、バッタなんかも好きなんですね。井上咲楽さんと一緒なんですねカメレオンで最も大きいためカメレオンの王様と呼ばれているんですけど、上に登りたいみたいですけど指の形的に太すぎる木はつかめません。諦めました。かといって普通の木でもかなりスローで不器用なんです。そんなお茶目なところも好きなんですよね。
これを日本で買うのが夢やった。どこにも売ってなかったけどね。それは残念ですが、これは輸出できません。してないの、あなたがマダガスカルに住めばいい。日本にカメレオンはいますか？余裕でいないです。でも日本人でこういう風にカメレオンが守られる前に買って、それを日本で孵化したやつは買っていいんですよ。それ買ってる人います。すごい少ないです。だから密輸は尽きないですよ。マダガスカルの放射リガメは有名ですよ。あれ箱に詰めておくって20個ぐらいすごい額になりますからね。300-400万。カメがいいのは死にづらいって、仮死状態なんて死なないじゃないですか。だからカメ送っちゃうんですよ。で日本で孵化したって言い切るっていう。パンサーカメレオン、あ、ヤンドル、尻尾くるくるに巻いてる折りたたんでアメちゃんみたいに。もう寝るんかな、こいつ。なんでこんな色なんてんねん。全然隠れれてないじゃないか、これ。むしろ目立っちゃってる。カメレオンってそういうとこありますよね。擬態できてないよ君ってやついますよね。それがまた可愛いんですよ。でもこのメスのパンサーカメレオンは基本的にオレンジっぽい色をしていて、これでも遠くから見ると枯葉に見えるように擬態してるんですよね。めっちゃ見てる。葉っぱの上とか虫がいないか。お腹空いてますね、これね。餌が目の前に来るの待ってるんですけど、なかなか。うわ、またいた。パンサーカメレオン。ああ、オスだ。葉っぱみたいな形して、オスがやっぱ角張ってるな。やっぱメスはなんか全体的に丸いですね。オスの四角いっていうか、角張ってる。あれ、同じぐらいのサイズじゃないですか。あいつもでも擬態化してますね。足ありますね。キリギリスだ。カメレオンと同じサイズぐらいの。うん、キリギリスいますね。じゃあ狙うんじゃないですか。擬態同士の戦いですね。あ、行きそうですね。今狙ってる。エミさんがカメレオンの捕食シーンを撮りたいということで、ちょっと気を下げてます。これも仕事なんで。取った。取った。取った。よかった。よかった。これはでもいい映像撮れたな。多分。ありがとうございます。すげー。めっちゃバテってる。めっちゃ足持ってます。でけえの食いました。本当ですか。俺見えてないです。ヘンミさんとニスのやった取ったって、それは見えてないです。めっちゃ食ってる。そういう仕事なんで。いや、すごい家でしたよね。僕もルファインダー見てたら。でかかったっす。ふざけんなって。俺だけ見てないって。俺がどんだけカメラを好きか知らないだろう。今ここでこの瞬間しか撮れないですからね。興味深い映像だったと思うんですけど、撮るかどうかってカメラマンの意思じゃないですか。うん、何も撮れなかった時に撮れてへんやんってなっちゃうじゃないですか。うん、笑ったり、ね、結局取れてないの。あれ、そう良くないと思う。やってへんことが正義は絶対ないからね。チャレンジせんかったことが正義は何もないと思う。ちょっと腕痺れできましたけどね。擬態 VS 擬態の戦いでカメレオンに軍配が上がりましたね。体揺すってお腹が揺れてるな。現地ガイドに映像を見てもらうと、セボンセボンフィルム、自然にいるままに本物の餌を食べる瞬間を捉えた映像はとても珍しいです。食べ過ぎたんで食後の運動でウォーキングしてるかもしれないです。動きが速くなりました。マソアラに住む人々の暮らしを見せてもらいました。漁村の人たちが網から魚を取ってる。ここはレツミサラカ部族の方たちが住んでいる集落です。この部族の皆さんはここで定住してるのではなくて、季節に合わせて家を転々と移り変えていくそうです。 1,2 週間で場所を変更するみたいですね。あー、日本とまあ似てますね。取れる魚はね、アジとイトヨリとアカマツカサと南洋ブダイにキンメ、カマスとカイワリもいますね。あとハタにサバっぽいのもいますね。取れるお魚は九州と似てますね。 OK、 家を見せていただきました。あー、ベリーグッド。お邪魔します。こちら一般的な6人家族のお宅ですね。中はかなり綺麗ですね。ベッドとキッチンがあって、だいたい4畳半ぐらいの広さでしょうか。それと中に鳥住んでる。シャラベイ。そして家の奥では取った魚を煙でいぶして燻製にしてますね。これはアジです。冷蔵庫がないのでこうして保存してるんですね。うん、うまそう。で、ここはおお。屋根裏にはものすごい数の燻製がありますね。これ全部やっぱり燻製にして売りに行くんですね。で、売りに行くのは女性の仕事らしいです。うわぁ、なにこれ、なにこれ、あれ、ヘロー、チャルベイ、チャルベイ、うわぁ、すごい、ここに何人も入ってた。サラマン、
3人入ってた、この子も隠れとったわ。基地や秘密基地。次なる目的地への移動中、道端でロープを編んでいる人たちに出会いました。牛引いたりする用の朝縄みたいな、こうやって売ってるんだ。こちらはサイザル麻と呼ばれる植物から作るロープ。まずは葉っぱを半分に裂き、ナイフで表面の皮を削り中の繊維を取り出します。トウモロコシのヒゲみたいな。あ、でも強いですね、そもそもですごい強い、切れないですよ普通にね。1時間ほど乾燥させたら手で転がし打っていきます。すごい、ロープ作るのこんな簡単にできるんだ。かなり硬いです。線ありありってことは30円ぐらいだ。簡単に作れるよな、これ一瞬でしたもん。5分でしたもん。うまいですね。これはいくらですか？10,000。1万円だから300円ぐらいだ。ダイヤモンドっていう名前のこの子、3歳で編んでるんですって。ちっちゃい頃が働くんだ、3歳でも編んでる。原料となるサイザルは1909年より栽培。中には大規模な農場もあり、世界有数の生産国となっています。続いて近年マダガスカルで大注目の宝石、その採掘現場へ。島の南西部に位置するイラカカ。イラカカっていうサファイアの町ですね。バラ族の町です。おいしそう。1個1000アリアリ、30円ぐらいですよ。そしてマダガスカルで定番なのがこちら、米粉に砂糖を加えて焼いたムフ菓子です。たこ焼きみたいに焼くんですね。ムフはパン、菓子はマダガスカル、マダガスカルのパンという意味で1個100アリアリ、3円です。ふっくらしてますね。うまっ。ほのかに甘くてもちもちして、もち米みたいな。町の近くには奇妙な穴が。これめっちゃ深いですよ絶対。石落としてみます、はい、結構深い。中にはこんな巨大な穴も。これは今これ何やってるところですか？サファイアを取ってるんだよ。ですです。この深い穴、実はサファイアの採掘場。マダガスカルのサファイアは良質で、さまざまな色の原石が取れ高額で取引されるといいます。1998年ここイラカカ付近で世界最大級のサファイア鉱床が見つかったことで採掘ブームが過熱。しかし掘り当てるには数十日をかけてようやく1ピースが見つかる程度。大勢の人たちが一攫千金を夢見て日夜採掘に当たっているのです。うわ、このちっちゃいの入ってきます。お願いしてカメラを持っていただきました。たった一本のロープ、バケツのような容器に乗って穴の中へと消えていきます。深さはおよそ10メートル。そこへ着いたらバールで土を削りバケツに入れ地上へと運びます。あとはサファイアが入っていないかどうか目を凝らして丁寧に見ていくのだといいます。夢なんですか？でっかいサファイアを見つけることさ。ああいうの見つけたことあるんですか？ああいうでかいの。まだないよ。見つけたいですか？もちろん見つけたいね。見つけたらどうしますか？ビルを建てるよ。家を建てたい。あと結婚もしたいな。うん、お父さんは大きな四駆の車を買いたいね。億万長者だ。マダガスカル島は南北1600キロほど。北と南の環境は大きく異なり、南へ行くほど乾燥した気候になります。河
乾ききった大地を進んでいくと、なんとも奇妙な木が見えてきました。マダガスカルの象徴ともいうべきバオバブです。この辺りで一番大きいと言われているビッグツリーと言われるバオバブの木、樹齢1400年ですね。1400年間、この時代の変化を見てきたんですね。今日はかの有名なバオバブ街道を迎えます。とはいえ今回のルートはとてつもない悪路。インフラが整理されてないんですね。まだこれで国道線、この道も国道9号線。うわ、この川渡るんですね。行けんのかな。この竹立ってるところが一応道路ですね。ああ、ここも国道9号線なんですね。日本とはかなり違います。すごい整備が行き届いていない道では天候によって先に進めないことも日常茶飯。慎重に進みます。ようやくバオバブ街道が、まるで空の根を張るような得意ないでたちから、アップサイドダウンツリー、上下逆さまの木とも呼ばれているんですよね。これ本当細めじゃないですか。こんなでかいんですよ、これ。こんな。やっぱりみんなが来るだけあってすごいですね。うん、こうやって T 字にできるんですね、葉っぱがね。でこの巨木を、うん、この上だけの葉っぱで養分をやってるんですよね。そうね、すごいですね。あと根もすごいんだよね。うん、バーバブの実食べてみよう。食えた。あ、わあ、わあ、すごい甘い。わあ、ドライフルーツすごい。梅干しのお菓子あるじゃないですか。干したやつ。あれの全然酸っぱくないし。ちょっと酸味があってね、甘くて美味しい。バオバブ食べたら虹が出た。バオバブアベニューです。バオバブアベニュー、すごい綺麗。あ、ちょうどサンセットですね。すげー綺麗。マダガスカルに来たらぜひ見ておきたいのが夕方のバオバブです。綺麗ですね。もともとバオバブが育成するのは森林の中でした。しかし人口増加に伴い人々は暮らしのために森を開拓し、一帯は畑へと姿を変えました。バオバブは乾燥した環境下でも生きられるよう幹に大量の水分を蓄えているため、焼き畑をしてもこのように生き残ったんですよね。バオバブの巨木だけが立ち並ぶ光景は景色としては美しいですけど、皮肉にも生態系としてはいびつな状態なんですよね。バオバブ街道の日の出の撮影にやってきました。朝でも地平線から赤くなってくる。地球が燃えてるように赤いな、ね。マダガスカルをぐるっと一周6000キロの旅、この後も現地特撮映像を独占公開。世界最小のカメレオンスクープ撮影に成功。さらに世界遺産の絶景も。続いて向かったのはマダガスカル北部。そこは生物多様性の一大中心地として有名な場所。ここでしか出会えない動物たちの宝庫なのです。ようこそマダガスカルのディエゴ・スアレス。ディエゴ・スアレス、ディエゴ・スアレス、大きい街だな。ディエゴ・スアレス、大統領。ここディエゴ・スアレスはマダガスカル北部で最大の都市です。この町を中心とするディアナ地方はエメラルドの海とも呼ばれる美しさなんですね。わあ綺麗。シュガーローフっていうのが砂糖をつまんだって意味なんですって。そういう形の無人島ですね。周りは明らかにサンゴですね。穴多いところ全部。先祖が舞い降りる島としてとても神聖な場所で、一般人は立ち入り禁止です。 T 字のバオバブですって。 T だな。ここからはマダガスカルの北部を探索。そこは驚きの世界。世界初映像の連続でした。マダガスカル最北端へ。世界初となる映像の撮影に成功します。島の北部にあるアンバーマウンテン国立公園です。
ケミさん、ちょっと僕らが今まで来た森と違いますね。違うんですよね。ちょっと涼しくて、ね、今までの緑がうっそと茂ってて、熱帯雨林というよりは涼しくて高所にある森。この旅が始まって37日が経過。水源は意外とこのちっちゃいんです。これがですね、こういくとこんな時です。ここは1958年に守られた森なんで、森がそのまま残ってるんですね。アンバーマウンテンは水源に恵まれていて、森には数多くの川や滝が流れています。さらに噴火口の後に雨水や地下水が溜まってできた河口湖が6つもあるんですね。これらの豊富な水源が生物の多様性を生み出しているんですね。あそこに、あそこ、あそこだ、大体。あ、ほら、あそこにカンムリキセンザルがいましたね。頭部にあるアルファベットの V 字状のオレンジの模様が冠に見えることから、冠キセザルと命名されたんですね。メスが灰色、背中ちょっと茶色、ロースが茶色、背中ちょっと黒。夫婦でいるんだな。松の木食べてる、松食べてる。あ、ちょっと待ってください。もう一種類別のキセザルがいますね。あ、これはサンフォードキセザルですね。オスがこういうたてがみみたいな、ライオンみたいな感じで、メスはたてがみはないんですよね。共存できるんですよ。しかも同じように一緒に生きてるんですよね。だから子供たち見つけたらサンフォードキセザルが近くにいることが多いで、戦わないってことですね。仲良くしてるというか。綺麗な、ジャングルの中の滝って感じで綺麗ですね。目がもうちょっとすごいな、眼球が半分ぐらい飛び出しちゃってる。いやいやいや、めちゃくちゃ目が大きい。なんだみたいな顔してるね。目がなんかもうすごい動いてる。目がもう何も飛び出しそう。足が長いんです、すごく。でも手がすごく短い。ベースマート。すごいスタイルがいい、このカエル。目が2つが光ってます、この、ここ。あ、ここにいる、ここにいる。中にはこんなものも。これは新種です。まだ名前はついていません。名前ないって。アンバーマウンテンの固有種です。今後発表される名前がついてない新種がいっぱいいるんですね。やっぱりまだ進化の過程なんで、まだこの島が。そしてアンバーマウンテンで特に有名なのがカメレオン。カルムアンバーカメレオンのオスです。このがサイズ、これはちっちゃくない。ノートで、ノクチュン。全てのカメレオンが中高生です。カメレオンで尻尾を巻いてるとき、寝てるときですって。これ結構基本情報です、撮影してるとき夜目が開いちゃってるのはライトが当たってて昼と思ってるから、これも基本。青いカメレオン、アンブルカメレオンです。緑はいっぱいいるけど青は初めて。顔が青で虎みたいに縦縞が入ってて、ポツポツポツって点が入ってるんです。青っぽいんですよ。地上の動物で青の動物って限りなく少ないと思います。カルマリムトンカメレオンなんですね。鼻が青いやつですね。和名はそのまんま青花カメレオンです。鼻の先っぽちょこんと出てるのが青くて、興奮するともっと青が濃くなるって。さらに地面にはアンバーマウンテンにしかいないこんなカメレオンが。わー、ベリスモン。こいつ白っぽい、ここの丸いやつ、こいつカメレオンです。わかります。ちょっとこの間のとレベルが違う。これがマダガスカルで2番目に小さいカメレオン、つぶひめカメレオンです。でもう一個ちっちゃいやつ売ってないですか。それがこれの半分ぐらいです。空立て探そうってやつ。ミニチュアの寿司あるじゃないですか、ちっちゃい、こんな感じです。マッチ箱の中にこれが一つで寿司を再現してる。あれよりちっちゃいです。あれは分かるから寿司で、よく地面見るといっぱいちっちゃいのしてるんですね。見てましたね。ここでは世界初となるとても貴重な映像の撮影にも成功しました。カメレオン交尾してます。なんで笑うんですか。これすごいんじゃないの。 BBC がこのカメレオンの交尾を撮影に来ても撮れませんでした。 BBC も撮ってない、初めてです。そうですよね、だと思ったらすげえな。テレビで放送するとしたら世界初でしょう。交尾中のカメレオンですけど、ね、ちょっと手のひらに向けてみたいと思います。どんな形なんですか、この愛情。グッて閉まりました、逆に。逆に離れようとしないです。つながってる、この赤いです。赤いやつは針に刺さってますね。ちなみにヒメカメレオン族の中でこのツブヒメカメレオンの生殖期が最大で、全長のおよそ 33% を占めているそうです。抜けたかな、今抜けましたね。ここに入ってたんだ。
オスは一回り大きなメスと上手に交尾するために大きな生殖器を必要とするからだそうです。あ、またつながりましたね。海さんが BBC も撮ったことのない初めてのアンバーマウンテンつぶひめカメラの交尾の撮影に成功してるんで交尾撮りながら飯食うっつって西田君が持ってってくれてます。世界初ということにしとこう。おめでとうございます。まあ、これを追っかけてる人間がどんぐらいいるかだけど少なくとも BBC は追っかけてる。マニアックすぎるかマダガスカル島一周6000キロの旅。ここから北へと80キロ、マダガスカルの最北端を目指します。40日目。わあすごいな、このトラックの牛乳詰め、寿司詰め状態。牛乳じゃないですか、マネキン積んでるな。牛舎の後ろでタイヤに乗った子供が引っ張られてますね。楽しそう。でもこれ遊んでるんじゃなくて下り坂でスピードが出過ぎないようにしてるんですね。携帯電話会社の賃金値上げのストライキですね。ストライキなのにディズニーランドじゃなくてね陽気な国ですね。そして最北端へ近づくと人がいる道ができるとその両脇やっぱ若干砂漠化していくような人が取り尽くしちゃうんで、だからバウバブが見えるとその森は減ってるっていう。本当はバウバブは森の中にいなきゃいけないんですけど、バウバブが出てきてるってことはもう森林破壊が進んでるっていう皮肉な現状なんですよね。そこに人が見に来てる、そこ皮肉っすよね。ちょっと美しい皮肉でもそれはしゃあないですよ。みんな良くしたいんで、生活みんな生きてるんで。わあ、あれ青いですね、あそこ。なんでこういう青になるんだろう。マダガスカルの最北端、北の端までやってまいりました。北まで来た、マダガスカルの一番北。よし、マダガスカルの最北端だったと。結構立派な灯台が立ってる、やっぱ北なんで一番端。わあ、やっぱでかいな海が。マダガスカルの最北端、アンブル岬です。人あんま来てないから海が綺麗ですね。この辺も本当森だったんでしょうね、ずっと。それが人が入ってきてサバンナみたいになったんだな。ここは森だったんでしょうね。海の間際はまっさらみたいな。だいぶ北まで来ましたね。本当に一周してる感じじゃない、南から北まで。でここが灯台、本当に北の端だ。こんな海あって、こんなサバンナみたいな場所にカメレオンとかサルはいるんですね。すごい。そんな最北端にも様々な動物が。でかいな、子供の手のひらぐらいの大きさかな。この子もなんでこんな風強いところに巣を作ったんだろう。あ、ポイズン、スコーピオン。いやいや、マダガスカルオリジナル。いや、マダガスカルスコーピオン。こういうのいるんで地面探ると気をつけないと。あ、スリープ、ね、なんでこんなとこで寝てるの。なんでこんな道のど真ん中で寝てるんだろう、この子は。すごいな、嘘みたいなところに止まってる。置物ちゃうかな、これ。すごっ。マダガスカルオフィスです。わ、かわいい、ベリーキュート。カレハかと思ったらナメクジじゃないですか。変なナメクジ。パンサーカメラがいました。オスタレカメラはやっぱこの北の端にもいた。どこにでもいることが止めたい。サンドゥーズ、アルダブラ太陽鳥のメオスですね。ゴキブリはライダーみたいに乗ってる破天荒なゴキブリやな。移動してもらってる。どうなってんのこれ。乗ってるんですよ、サソリにゴキブリが。おかしいでしょこれ。多分ね、ゴキブリが食べてますよ、サソリを。そうですよね。なんで刺さへんのやろ、サソリ。ここぞとばかりライダーみたいになってる。そうでしょ、背負ってるやん。背負ってんのか乗っかってんのか。ゴキブリが食ってますって。やっぱほら、押さえ込んで顔部分を食べてるんですよ、ゴキブリが。ゴキブリサソリ食べるんだ。てかサソリ弱いんですね、ゴキブリサソリライダーが。ゴキブリサソリライダー。41日目。最北端を後にした取材班は東側を通りながら南下。奥海で手前が真っ赤な大地、眼前に広がる異様な光景。まるで燃える炎のようなレッドツインギーです。ツインギーとは先の尖ったという意味で、霊界度、高度、石灰岩などを含む砂岩が雨や風に何万年もの歳月をかけて浸食されてできたんですね。赤とオレンジの鮮やかな色のツインギーは世界的に見ても珍しい異様な光景ですね。すごいな。
砂でできた天然の迷路みたいだ。ごく稀にしか観光客が訪れないという世界でもマダガスカルでしか出会えない絶景は、昔は海の底だったといい、石灰質の多い岩が何万年もの間雨風に削られて変形。その赤さの理由は鉄分。赤土に含まれる酸化鉄が雨風にさらされて赤く変色したのです。意外ともろく、触るのは厳禁です。取材班はレッドツインギーからさらに南西へ。すると、うわ、泳いできた、集まってきたクロコダイル。道中ある村の伝統的な儀式に立ち会うことができました。ワニは私たちのご先祖様です。ワニを尊重することで彼らが私たちの願いを叶えてくれるのです。あー、すごいな、ワニがでかいですね。昔ここに南からある旅人がやってきたらしいんですけど、ただ当時はこの湖はなくて一つの村だったらしいんですよね。旅人は喉が渇いたから水が欲しいと言ったんですけど、村人は誰も水をあげなかったんですって。でも一人の心優しい老婆だけは旅人に水を与えました。その旅人がいなくなった後、なんと洪水がこの地を襲い村は沈んでしまったんですね。それでここは湖となり、旅人に水を与えた老婆以外の住人は全員ワニになったそうです。それ以来この地の住人は自分たちの祖先がワニだと信じているのだそうです。 I can't touch この辺り I can't touch No, 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 no. I can't touch Head to catch No, no You're joking No, no 儀式で使うお皿を洗ってますね。来た来た来た、危ないもん。ブナ、気をつけないとすぐにワニが寄ってきますね。さあ、儀式が始まりました。これは湖の水、蜂蜜とラム酒を木にかけて清めてますね。儀式の間は女性がこのように歌を歌いながら手を叩いて、これは先祖との交流を助けているんですね。儀式ではゼブが一頭生贄として捧げられるんですね。生贄のゼブをその場で細かく切り分けてますね。やっぱりワニにあげるんですね。すごい食べるな、ね、すごい音だな。来てよかったですね、面白かったですね。で、あんなワニを近くで見たのは旗川のバナナワニ以来なんで、うん、儀式の後、取材班は南へ新たな動物を探しに向かいました。アンカラな気候いいですね。めちゃくちゃ乾燥してるわけでもないし、湿気てるわけでもない、人は住みやすい地域ですね。島の北西部、ジュラ紀中期の石灰岩で形成されたアンカラナ特別保護区です。1億5000万年前から広がる巨大洞窟、そして謎の新生物とも出会いました。うわー、すごい、でかー、この穴、あれこんなでかい洞窟って今までないかもな。自然が作り出したすごい造形物だな。圧巻のでかさですね。水が溜まってる、ずっと向こうまで。浮きはもっと水来るんですね。その水で掘ったんですね、この洞窟。皆さん、洞窟に入るときは帽子を脱いでください。アンタカラナとメリナの人がここで戦争みたいになっちゃった、ずいぶん昔ですけど。で、アンタカラナの民族がこのケーブに隠れて入る。メリナの人はここから先入ってこなかったんですね。で、向こうに出したらみんな殺されちゃったんですよ。で、逃げたここの人も死んじゃったんですよ、餓死して。だから帽子を取ってくれってことでしたね、ディスペクトで。ここにいた人たちの骨があります。
この洞窟に隠れていた人たちの骨です。すごい声がしてる。すごいね、いっぱいいるな。締め切ってる。飛んでる羽あるじゃないですか、はい、血管だらけです。これコウモリって鳥類じゃないんですよ、哺乳類なんですよ、はい、人に近いんですよ。で、飛んでるんです。噛まれたら病原病かかりますか、気をつけてください。いや、マジで。すごい地層だな、全部地層と地層からできて成長した鍾乳洞。土の質が入ったものが雨水をもらってこの土を削って落ちてくるんですね。で、ここに落ちてその砂が溜まるじゃないですか、ちょっとずつ。で、このように大きくなったんですね。これ分かりやすいですね。もうちょっとつながります。上から垂れてきたものと下からほんの少しでもつながります。ここ穴行きの宮殿みたいな、大きい宮殿みたいな。わあ、すごい、思ってたよりでかい。雨季にはこの大きな穴が水に沈みます。中にいっぱいある石が水がここに集まって回るんです。ローリング水で掘ったんでしょうね、これ。毎年どんどん大きくなっています。今も進んでるんですね、自然がね。その通りです。今後自然をちゃんと守っていけば新しいカメレオンが今後できますよね、この国。みんなが自然を守ればきっと。私の子供の子供の子供がいつか訪ねるから、あなたの子供の子供の子供がガイドしてください。もちろん。それでカメレオンをまた探しに行くのかな。ここでも確かにめっちゃ貴重ですよ。ないですよね、現在進行形で動物の進化が確認できるって。で、今なお新しい種が見つかってるっていうのは、見つけてなくて見つけたのか、それとも今進化してるやつを見つけたのか、断片で増えてる最中かもしれない。ただすごくホットスポットみたいにちっちゃくなっちゃってるっていう。固有種の進化がまだ止まってないっていうのが自然からも動物からも見て取れますよね。ちっちゃくなるのを見つけたっていうのも、どんどん世界最小が出るじゃないですか。それは見つかってなかったんじゃなくて生まれたのかもしれないっていう、そこはロマンだなと思いました。これは1ヶ月以上行った時にふと思うの、地形見てて、あ、これまだ進化してる。今僕ら歩いてるのは時代の層の1個で、もう1000年経つとここはもっと下がってて、この層はもっと上がってるはずなんですよ。もっと高くなってる。その間のこの断面でいうと1層だけを生きてるんですよ。その一層だけ生きてる人間は全部壊すのっていうのは良くないっていうことなんだ。僕はちょっと自然をすぐ守るっていうそんな思想はないけど、何世代も先に今の自然を残そうっていう、具体的に何するのっていう話じゃないですか。プラスチック減らそうとか、そういうのの中の一つとしてマダガスカルのこの自然を残すっていうのにヒントはありますよ。時代もそうだもんな、これは全て。この時代を歩いた人物もいるんですよ。僕ら今その上を歩いてるだけなんですよ。洞窟の周りには新しい生き物の姿が。結構ですね。目がすごい綺麗。手が吸盤みたいにペタってくっついてる。タコの吸盤みたいに。怖いですよね。細いちっちゃい指です。おしゃれなブレスみたいな感じになっちゃった。赤線香ぐらい緑だな。マダガスカル北部の固有種。ペッターカメレオンですね。カメレオンが形変わるように、おっさんみたいな目してる。パコミさんみたいな目してる。出たか。ライトつけると目が開きますからね、うん、うわ、めっちゃ開いた。マスに見える。本当に手のひら浮いたら余るぐらいちっちゃいですね。 43g の微生剤です。自然のままの姿が捉えられていますが、これでも動物から全く見えてないんで、ここで動物を撮影しております。今回このテントを持参した理由は、これ1枚ですね、ポスターになります。一眼レフで動物たちや自然を撮影し、その場でデッサンも行い、後で撮った映像を参考に色を入れてマダガスカルのポスターを作ろうというのです。番組とは一切関係がないため、今回そのシーンはカットさせていただきます。あ、いや、そうした木のオブロンとか結構丸みになって寝てる。スポーティングドリーム、夜行性の猿です。日向ぼっこして寝てるっていう、背中当ててるんですね。このキツネザルは妊娠期間中昼間も行動することがあるので、もしかしたら子供がいるかもってことですね。お腹が膨れて見えるの。おお、飛んだ。すごい近くにスポーティブリマがいる。イタチキツネザルは英名でスポーティブレムールというんですけど、木に捕まってる姿がボクシングをしているように見えることや、木から木に飛ぶ姿がスポーツしてるように見えるから、この名前がついたんですね。カメラを構えると、よし、いっぱい撮れた。撮りましたね。かわいい。スポーティブリムール。めっちゃカメラ目線してくれました。
その夜、こんな出会いがありました。見る？白じゃない、シファカっぽい、すごい白、白クマが金魚を取ってるみたい。あ、これ珍しいんじゃない。カメラで白い猿は撮れてる？これはおかしな色だ。私の人生で初めての夜だ。30年ガイドをやっているが、こんな色のキツネザルは見たことがない。一度もない、一度もないぞ。こんなことは生まれて初めてだ。これはすごいぞ。わからない。こんなの初めて見たよ。わからないね。この映像をマダガスカルの生物学者アンドゥ教授に見てもらうと。知りません、見たことがないです。6550万年前、隕石衝突によって大型の生き物が姿を消し、空白の大地となったマダガスカル。そこにたどり着くことができた哺乳類は限られたものだけでした。ライバルのいないこの空白の大地で、彼らは様々に進化したのです。しかしその後、マダガスカルを襲ったある事件がキツネザルの多様化をさらに加速させることになりました。事件とは、マダガスカルから遠く離れた場所で起きた地球規模の出来事です。およそ5000万年前、後にインドとなる大陸がアジアと激突します。激しい衝突により陸地が押し上げられ、ヒマラヤ山脈が誕生しました。世界の屋根とも言われるヒマラヤ山脈は、地球の大気の流れに大きな影響を及ぼしました。モンスーン気候の誕生です。その影響はマダガスカルにも及びました。1年の半分は乾燥し、残り半分は激しい雨という極端な気候が誕生したのです。雨季になると大量の雨が降り、川が氾濫を始めます。そしてあちこちで新たな川が生まれ、大地を分断していきました。キツネザルたちは小さな森に閉じ込められてしまったのです。小さな森では食べ物の量も種類も限られます。そこで少ない資源で生き残るために新たな進化が始まったのです。この日はちょっと贅沢にこんなホテルに宿泊。めっちゃ綺麗、すげえ。一個上の感じのホテルじゃないですか。早速部屋入ってみましょう。どんな部屋でしょうか。おお、綺麗。なんすかこの素敵な部屋。すごい高級なヒルトンとかの一個上の感じのホテル。こっからのオーシャンビュー、部屋のど真ん前木ですけど、コットンの木だ。これあれ、目になってます。翌朝、未知なる生物を求め移動を始めました。空立ち山海に向かって出発をしました。ここまでね、出会いと別れを毎日日々繰り返しながら旅を続けております。人生は出会いと別れの連続でございます。ソラタ山海とは、マダガスカル北部の中央に位置する熱帯雨林。そこで狙うのは世界最小のカメレオン。実はマダガスカルナンバーワンの現地ガイド、アンジェリックがこんな話を。
アンジェリックがこの先ねカメレオンを見つけたじゃないですか。何年前の話なんですか。2018年の11月、夜11時半頃でした。その日は本当に疲れていて、テントに入る前にテントの横に腰掛けたんだ。何気なく2メートル先の暗いところにライトを当てたら、何かが動いているのが見えて、近づいてよく見てみると小さなカメレオンでした。見たことがないほど小さかったので容器に入れて持っていたんです。朝起きて研究者に見せたら、みんな驚いて一斉に写真を撮り始めたから、その時初めて自分はすごいことをしたんだって思いました。そう、狙いに行くのは世界最小のカメレオン。そのスクープ撮影に成功します。動画っていうのは撮ってるんですかね。ビデオカメラみたいなもんで撮影はされたことがあるのか。ないです。そもそも空田にテレビカメラが入るのが初めてですから。世界初映像ですよね、動画も。2021年の2月、パンデミック真っ最初に世界最初のカメレオンを見つけたっていうのを発表してます。その間やっぱマダガスカルに来る人いなかったんです。国境も封鎖されてるので、で私たちが初めての動画撮影になります。今ちょっと表記テレビっていう厳しくなって、世界初撮影って言えないんですよ。世界初撮影ビックリハテナになるんですけど、そのビックリハテナ外しましょう。世界初めての世界最初のカメラを撮影しに行きましょう。可能性はあるのもありますね。これで見つかっても見つけてなくても。世界最小のカメレオンを目指して空田山海へ。しかし、やばい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 、これはやばいよ。キャメルトロフィーみたいになってる。あまりにも道が悪いため、テレビカメラ初潜入という以前に、旅行客すら誰一人として行かない場所だといいます。出発してから14時間、空田山海最後の集落アンボリアラに到着。すごい街着いちゃった。なんだこれ、急に賑やかだな。交渉してとある民家で夕食をごちそうになりました。メニューは鶏肉のトマト煮込み。マダガスカルでは定番の家庭料理です。お待たせいただきます。おいしい。うん、コのスープはどこに美味しい。コックさんなんですか、それとも普通の家庭料理ですか、これ。アイランド。いや、そうなんですか。すごい美味しい。チャラベ、ほとんど食事で美味しいですけど。かもでした。でも美味しいことになりました。ジャングル入ってきた。広大な空田山海、世界最小のカメレオンはどこにいるのでしょうか。こんなちっちゃいカメレオン、可愛くないですか。これはベドガーカメレオンですね。こんなちっちゃいカメレオンでも全然世界最小ではない、ね、1890年に見つけられた時は世界最小のカルマカメレオンだったんです。このジャンルの中では最初、もっとちっちゃいのが出てきたっていう。意外とこんなちっちゃいカメレオンでもがっしりしてるんですよ、持った感じ。ネタな手の中で完全に寝ましたよ、この子。バニラの実ですね。野生の中で植えて、普通の木に来たみたいになるんですよ。1本でも2本だとすごい高いですからね。バニラの実です。出発してから6時間、急な坂道を登り続けると、すごい急に変わった。森の景色と空気が急に変わった。世界最小のカメレオンを探して3日目。この辺はいい、場所的には良さそうです。 Let's stop here once. Checking. Checking. Oh, different species. Blockage. ちっちゃいブロッケシカだ。わあ、それでもすごいちっちゃい、ちっちゃいカメラ、ブロッケシカカメラでした。7ではない。これでもすごいちっちゃいけどね。これが世界最小と言われたらそう見えるよね。その後も森を探し回りますが、姿は見られず。ちょっと歩けばすぐにいる。これは腹帯カメレオンなんですけど。かわいそうに。こんなカメレオンいます？蚊が血吸ってるんですよ、カメレオン。
自分ちょっと食われてますから全然化かれてないってことなんです。吸われてますから。カメレオンとか最近思ってきたんですよ、ちょっとおっちょこちょいのところが可愛いんですよ。めちゃめちゃ木と同化してる賢いやつのイメージじゃないですか。ちょっとアホなんですよ。ここの森やっぱカメレオンの森だな、そんな気がする。諦めかけたその時、マジで？ラナ！ダル！オスだな。アンジェリック！ファンファン。すごいっす。いやすごいっすね。これを取りに来ましたもんね。世界最小のカメレオンを世界初撮影します。だいぶちっちゃいです。大きさで言うとこんな感じ。指の爪の大きさよりちょっと大きいかな。ようやく会えましたね。なんか7カメレオンです。行動範囲は1メートルぐらいらしいです。1メートルぐらいの中で生まれて、そして1メートルぐらいの中で生きて、1メートルぐらいの中で死ぬみたいです。さっき見つけたのがロッケージカメラのこれです。最初見た時すごいちっちゃいなと思ったんですけど、この差です。7カメレオンがちっちゃすぎてロッケージは巨大な恐竜に見えちゃう。ちっちゃ、踏みつぶされるよこの7カメレオン。こらこら、どこ掴んでんのかな。ギュッて掴んだ、ギュッて7を掴んだ、かわいそうに。ダメダメ。アンジェリック涙の理由、うん、それは4年前にこの森で見つけた新種でももう絶滅している可能性だってありましたからね。こうしてこの森で生きててくれたんですね。ベリースモール、ベリ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 ースモールビッグスター。 Exactly, that's right. Thank you, ミソタベサカ。ミソタベサカ、 That's a wonderful forest right here. この様子を生物学者のアンドゥ教授に見てもらうと、七姫カメレオンがどのように動くかを初めて確認できた素晴らしい映像です。さらに霊長類学会会長ジョナ教授も、これは美しい、とても美しい、とてもクリアで美しい、すごく貴重な映像です。これを見た子どもたちはきっと喜ぶでしょう。このように私たちが今日何かをすることで子供たちの明日へとつながるのです。こいつはストンフィア・アンジェリック。ストンフィア・アンジェリック、そうだよ。Yes. 親父がこの新種のカエルを見つけたんだ。うわすごい。ストンフィア・アンジェリックです。ストンフィア・アンジェリック、私の名前をつけてくれました。アンジェリックガエルがいなくなった。カメレオンは私の伝道を呼びしました。これメスなんですね。女の子です。こんにちはって。お腹の白い点が特徴なんですよね。あと指先をネイルしたように白いんですね。ここ掴んじゃったりすると撮影とかでつーカーッと怒るんですけど、この子はもう全然怒んないし優しい。肋骨が見えてます。49日目帰りの悪路を抜けると気づいたことが、わアスファルトってこんな良かったっけ。マダガスカル屈指の名峰ピックボビーからここでしか見ることのできない感動の絶景。すごい農村地帯。取材班は島の南部アンドリンギトラ国立公園に向け移動を開始。ゼブが1500万頭いる。人口2500万人なんで1人1頭持ってるような感じですよね。こんなとこに村あるんだ、不思議な国だな。天井水はものすごい人が集まってますけど、村のゼブが盗まれて大騒ぎになってるそうです。これからみんなでゼブを探しに行くんですけど、もし犯人が見つかった場合、うん、犯人はゼブ1頭につき3頭のゼブを返さなければいけないそうです、うん、村に帰ってくのかな、みんなで。一行はマダガスカルを車で、時には徒歩で東西南北ぐるっと一周。サラム。
サラーム。サラーム。こちら、村人に聞いていこうと思います。ホテルいいのかな。みんな軽いですね。問題ないや。お前はどうなんだ。ブルシャクベ。ブルシャクベ。赤い土の道路ですね。まっすぐ伸びている。まっすぐ伸びた先にカイナの村があるんですけど、そこで今日一泊なんですよね。出会った人の村に泊めてもらうことも。あんたたちは仕事しに行ってた、農作業しに行って帰ってるな。すごい遠いとこに土地がある。マガシャレル。ああ、シャル。俺たちは先に行くぞ。裸足や、みんな。かろうじて一人サンダル。走って見せてくれてんのか。早いな。日本人とかも電車で40分とかで遠いっていう感覚で行ったら、ここ歩きで2時間とかで職場まで行ってる。行き帰り。だからめっちゃ早いんですよ、帰り。川渡るのめっちゃ早いんですよ、みんな。暗くなってきちゃった。教会に泊めてもらおうかな、もしかして。ここはね、最後の村ですね。ちょっと着いたの遅いからここで泊まって、明日は2日分歩く。はい、10時間ぐらい。おお。ここが私の拠点。私だから星野道夫さんに憧れてます。移動したいなという時ありますよね。こういうの人にはね目立っちゃいますけど、動物は目立たないんで。すごいな、綺麗だな。レイアウト考えて村の人が棚田を作っているような。上から見たら芸術的ですもんね。そうですね。あの子のつながりだろうね。そうですね、ちょっと見えてきましたね。でも景色は、うん、まあ、いいね、歩いて見れる景色があるからね。人生って遠回りした方が早い時ありますよね。乗り道でね。本当にめっちゃ近道しようとしたら全部失敗してて、うん、まあもう一個ずつ丁寧に割り切ってやろうって決めたら大体成果上げるんですよ。寄り道も無駄じゃないってことですね。そうですね。寄り道で出会うこといっぱいあるから、はい、ストレートってことは一つのゴール目指してもそれしかないからね、はい、そうですね。そう、別のゴールできたりするんですよね、うん。現地ガイドが何かを見つけました。舐めます。舐めた後見てください。いやー、あムービー、あくるくる回ってる。回るな。でくるーっと回してないかな、この人。ここに水をかけると蛇のように動きます。あーそう、あでも回ってますね。動き出してる。おすごい崖が見えてきた。うんうん、いいじゃない。じゃああの上からいいかもね、眺めね。そうですね。休憩中も。なんか立派だね、部屋数いっぱい。そうですね。これ家かな。アパートかな。こちらはアパート。中を見せてもらいました。私の家は一部屋しかありません。暗いから窓を開けてくれる？窓は壊れてるから開きません。電気はあるんですか？ありません。このオイルランプだけです。お米はありますが、これは売るので食べられません。ここは家賃が高すぎるので、今家を建てているんです。いくらで作ったんですか？100万アリアリです。この家で。100万アリアリなんで3万3千です。作るの。ゼブ1棟と同じ値段です。別の民家も見せていただきました。2階部分だ。ここがバルコニー。この部族の方の特徴的な家の作りでバルコニーになってます。わあすごい。ベッドルームでこういうクッキング用の、うんね、台所ある。台所だ。ファミリーで住んでるのかな。ね、こういう家。5人家族です。でライトはやっぱランプなんだ本当に。これが暗い時のライトです。ここ上にもロフトみたいになってる。わあ上部屋綺麗。綺麗ですね。涼しいですね、なんか、うん。ここの風がいいよ。そうですよね。あそこから僕ら歩いてきて、こっちの部屋。で、こんな感じ。ベッドルーム。今回の旅は進み続けるため、ナスディは道中であったお気に入りの風景は写真に収めて、後でデッサンします。オッケー。暗くなっちゃったな。うん、だいぶ。日落ちの早いですね。ね。今日のキャンプに着きました。はい、やりました。はい。この日は
ポーターたちが作ってくれた今回の旅定番の夕食を紹介します。まずは人参、ウリ、ジャガイモを茹でておきます。茹で上がったら茹で汁ごとマッシュしてスープ状に。そこへ鶏スープの素とインスタント麺を投入。体が温まるヌードルスープです。今夜のメインは鶏肉。鍋に水、鶏肉、生姜、味付けに塩を加え、しっかり煮込んでいきます。その間にソース作り。玉ねぎとトマトを炒め、トマトペーストを投入。とろみがつくまで煮込んだ後、それを先ほどの鍋。スパイスなどは使わない。発酵調味料もないマダガスカルの料理は素材の味を生かすのが特徴です。ここで登場したのは鶏の血液。熱湯を加え、塩を振り火にかけると、まるでレバーのように。貴重な鶏肉は血液まで残さずいただきます。お米が主食のマダガスカル、たっぷり盛り付け。先ほどの鶏肉のトマト煮込みをかければ完成です。鶏肉のトマトソースいただきます。うん、美味しい。食事を堪能していると、ここで、ケーキ漬けだね。これは別遊部族のお茶、ホーリーラですね。明日頂上へ無事に登れますようにという歌で、こうやって一人一人の名前を呼んでみんなで応援してくれてるんです。なるほど、いや、知らなかった。アトバール、行きますか。遅いぞ、行け行け行け。早く行けって言われるの初めてだな。そうですね。これじゃ日の出に間に合わないぞ。そんな。ピックボビーはアンドリンギトラ国立公園にある標高2658メートル、マダガスカルで2番目に高い山です。ピックは頂上という意味で、ボビーは初めて登頂した人が飼っていた愛犬の名前です。ちなみにピックボビーはニックネームで、正式にはマリ・ブラニチャ山、手の届くような空という意味だそうです。きっと空が近くに見えるんでしょうね。これ結構崖ですよ、左。ヘンジさん、かなりゆっくりお願いします。はい、左落ちたら。西田、気をつけてね。おー、これは難しいね、ルート。僕らは今日はピックボビーから朝日を撮ろうっていうので2時半出発ですね。お、赤くなった。あ、真っ赤だ。この日の出を見るために歩き出して4日目。地平線を真っ赤に染める太陽の光。あそこだ。見えた。わあ、昨日で間に合った、うん、素晴らしい。よし、ピックボビーの頂上だ。そうそう、着いた。ここだ。はい、間に合いました。まだ出てない。曲がりくねった道をゆっくりゆっくり歩いてきて、
全然進んでないな、全然進んでないなと思いながら進んで、この上まで来て振り返ったらすごい進んでたっていう事実、それだけっていう。人生の年輪っていろんな曲がりくねった人生ってあって、それがすごい進めば進むほど見た景色がすごく奥行きが出るとは思うんですけど、人それぞれにすごい振り返ったら自分なりの人生でいいんじゃないかなと思いました。なんかそういうふうに思っちゃう。自らの足で進んだものにしか出会えない息を呑むほどの絶景がありました。ピックボビーもごめんね、撮った写真で確認しながら朝日色入れていきます。キリッと開いてるな。ちょっとでも開いてる時間に少しでも僕が見た朝日進めよう。みんなポーターが朝早出たから寝てますよ。寝てるね。Good morning。面白いねこの地形は。そうですね。ポポ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 。こんなところにも。あら、ラテラリスカメレオンです。模様がいいね。そうですね。可愛い。いやー、釣ってる。いただきます。こんなとこでランチになっちゃった。この景色の方が食べるランチ最高です。メニューはおかゆ。マダガスカルの朝食は前の日残ったご飯をおかゆにして食べるのが一般的。ゼブの口にこの簡単にクシャクシャの塩で添えて野菜のおかゆ。うん、あれじゃんもう例のことめちゃめちゃ薄いでもうまい。じゃないか、美味しかったですね。どうもね、ここはね、月面の景色っていうような感じみたい、意味が。これフルムーン。ここはフルムーンの場所だって。やっぱりなかなかの景色だな。そうですね。うん。この岩一つとっても面白いもんな。ほら、サンセットだ。明日もマダガスカルならではの景色を求めます。やっぱりここにしかない景色ね。そうですね。幸せですよ。岩があったりこう草原で、はい、立体的でこんな一気にバーッと見える地球の大地。そうですね。ここが2つの部族の境界線で、ここから先はバラ部族、そしてここまでがベツリオ部族だ。あれがサナルバレーって言って、ベツリオの王様が攻められた時に2人の娘を隠したんですって。それがサラとヌルっていう娘さんで、あの岩の裏側で隠れたらしいんです。そこからサラヌルバレー。マダガスカルのグランドキャニオンと称されるイサロ国立公園です。浸食によって形成された切り立つ岩壁や奇岩が目立ちます。あの岩はワニに見えるぞ。わあ、見てください、クロコダイル。岩場抜けると川が流れてきて、その下に天然のプール。はじめに岩に割れ目ができて、そこに水が流れ込んで、雨季にすごい流れなんでしょ。本当に削れて、うん、すごい。カラス、白黒なんだな、こっちは。ねえ、広いな、何もないぐらいはすごいですね。昔は森だったんだよね。全部ですか、うん、森めっちゃなくなりましたね、うん、そう考えたら。少なくとも1000年前まではジャングルだった。で、人が来て、こんななっちゃったんですか、うん、そう、もっといっぱいいたんだろうね、キツネザルが。そうでしょうね、うん、まあ、人は海渡ってきたって。向こうの方で火が上がってますね、うん、でもあれは山火事じゃなくて焼き畑なんですね。ああやって乾燥した古い草を燃やして新芽が生えるようにしてるんですね、うん、この世界地図は何だと思いますか？これは世界のホットスポットを示したもの。ホットスポットとは、地球上で最も豊かな自然があるにもかかわらず環境破壊が進んでいる場所のこと。このホットスポットのうち 90% を超える固有種を抱えている国はマダガスカルだけ。つまりそれだけ
絶滅種が発生する可能性が高く、ダメージが大きくなります。実はマダガスカルの森林の分布を見てみると、人類がこの地に進出してわずか2000年でご覧のありさま。残った森林もこの50年でさらに減り、国土の 7% しか森は残っていません。自然の減少、その大きな原因は人間。生活の燃料として森を使い、水田、牛の放牧のための焼き畑、鉱山資源の発掘やプランテーション。バニラの実ですね。野生の中で植えて。その原因は多岐にわたります。世界で最も多様な進化を遂げた島は、皮肉なことに世界で最も自然が減少した島になったようです。よし、行こう。カヌー乗ってちょっと遊んでね。続いては世界遺産の絶景、巨大針の岩山踏破。今夜現地特撮映像独占公開。取材班は島の西側へ、ここから川を下っていきます。マダガスカルを一周しながら、ここでしか見ることができない絶景の撮影も。空が全部反射してますね。大合唱。お、奥までありそうですね。この先の洞窟に向かいます。自然が作り出したマダガスカルでしか見られない景色を求め、洞窟を進みました。でして、わあ、キラキラしてて綺麗。素晴らしい。素晴らしいですね。これは石灰が光っているんです。あ、石灰でキラキラしてる。石灰、なんか遠くから見てもすごく綺麗だったんですけど、近くで見ても本当にキラキラしてて、うわー、うおー、これはすごい。ここにしかない景色で。そうですね、すごいところに来てる。こんなところに来てしまったって感じ。いや、本当取材という。いや、取材でした。切り立った岩がむき出しの渓谷。ここは以前お墓だったそうです。ありました。頭蓋骨が見える。頭蓋骨見える、風葬だ。そうですね、風葬ですね。風葬。ここはもうこのまま置いとく。こちらはマダガスカルで一番最初の先住民とも呼ばれるジンバブ族のお墓で、この奥はとても深くなっていて、全部で70個の棺があると言われています。おお、洞窟。洞窟の中に入っていきます。ここはジンバブ族の住居跡です。ここで薪を燃やして料理をしていたので、天井に炭がついています。洞窟住居みたいな。ジンバ族、さっきのお墓のね。ムジンバはもともとここに住んでたんです、ミキヤみたいな感じだったってことですね。ここが、原かんぼでいたんですよ。でここに誰かが住んでるっていうのはマダガスカル中の人は知ってたんです。誰かが住んでるけど誰も行ってなくて、そこにナショジが入ってやっと本当になった。で出しちゃったから、そのとこあんのってなって、で世界遺産だったじゃないですか。なるほど。このところを見るとつい最近までですね、この人がいたってことですね。私が生まれた時91年なんで、本当その年まで住んでた。すごい。ジンバウェア。もういません。この辺りのサカラバ部族と一緒になり、混血が進みました。だから純粋のジンバはいない。もう絶滅した純粋の人は。みんなそうですね、地球上ね。雨と風で削られて、水滴。でもかっこよく削られましたよね、こう剣みたいに。本当に大変なのはここからでした。ちょっと狭いですよ。ちょっと狭いです。はい。あ、じゃあ、迷路みたいな。こっちもある。
ほら、ヨンサロみたいな。いろんなルートがある。迷路だ、迷路。大自然を作り出したアスレチック。ナスデイは本体とは別のスポットを撮影していたため、ペースを上げて追いつかねばなりません。あの上だな。あの上がツインギーの頂上です。ゆっくり上がってきたからな。しかし、それについていく撮影スタッフはたまったもんじゃありません。ほぼ垂直な岩肌を頂上を目指して落ちないように慎重に進んでいきました。登ってますよ、上に。ナス D についていくスタッフの移動距離は倍以上に増えます。全然追いつけ。ティラピアいただきます。おー、すごい肉厚、肉厚のお魚。おいしい、おいしい、うん、タイとかより しっとりしてて、うんうん、白身だけどね、うん、皮もおいしいです。大谷さんが思うアナウンサーってどんなアナウンサー？いいアナウンサー。自分の足で歩いて見て感じて、それがちゃんと表現できて、うん、という正直、うわ結構でもよく足場を見て、はい、うん、もーらもーら。長い年月をかけて自然が作り出した道はまるで天然のアトラクションのようです。おお、また険しい道です。カメラに向かってリポートしなければいけないという気持ちはありつつも、目の前の道に必死です。ついていくスタッフの愚痴も増えます。待って、ちょっと待って、うん、はいはいはい、なんだよあいつが来てたのじゃねえか。吐いて一発だな、バカか。緊張するとね、疲れとか、ね、はい、感じないけど、はい、わずとふわっと出てね、いい感じですね、うん、あの顔が生き生きとしてます。暑い。この険しい道を越えた先の絶景、それを楽しみに進みます。おいおいおい、まあよくこんな道を見つけたね。お父さん、まだわー、向かってしてこい。これは化石です。この辺りは昔海の中でした。化石ですね。化石、いっぱい化石がありますね。こういうところ、こそこに海の底にここあって、サンゴとか魚とかいろんなそういう動物も死んで固まって、それが隆起した、あの大陸移動の時ですね、うん、下から持ち上げられたんですよね。ああ、最初の頃はフラットでした、ね、最初はフラットってさっき、うん、平ら、ね、うん、雨が降ったりいろいろゆっくりゆっくり削り取って、はい、ディンギの間のこのくぼみが、ね、こういう筋みたいなね、あ、気づいたらこういう形になりました。なるほど。もともと海底にあった石灰を多く含むサンゴが隆起によって地表に露出、吹きつける雨や風、何よりその圧倒的な時間によって浸食され、奇妙な形に削られたのです。マダガスカル語で先の尖ったを意味するツインギーと呼ばれ、また裸足では歩けずつま先でしか歩けない場所とも表現されています。つま先で歩く
確かに。とても危険だ。靴が壊れてしまった。とても危険だよ。スインギーを靴下で歩くよ。しかし中にはこんな強者も。この子なんて最初から靴履いてないですからね。裸足なんですよ。めちゃくちゃ足の裏が分厚いんでしょうね。ちょっと息が上がりましたね。あれわけ？あれわけ？大丈夫ですか？高さが45メートルあります。45メートルぐらい降りてきましたね。はい、これは面白い。これは面白いですね。なかなかこの、うん、これ体験できない。ね、貴重な経験です。貴重ですね。さあこちらに、はい、この中に入ってきます。ライトつけて洞窟っぽいですね。うん、ここツインギーは島の珍しい地形の一つ。地下水が石灰岩を溶かし、たくさんの洞窟ができていました。そして岩が崩れ落ち、ところどころに峡谷が生まれました。ここは音楽が奏でられますよ。別のルートで進むナスディも洞窟内部へ。本当に岩の中にできた洞窟ですね。入口大きいんですけど、中入るとどん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 ちっちゃくなってきます。滑るし狭いし、大きい岩が削れて、こういう穴が開いて水滴で垂れて、こういうふうに鍾乳洞が形成された。自然が作った造形美ですね。頭気づけましたね。頭あったしてるんで、頭気づけなくてね。急いでいきましょう。早すぎるって。も別ルートを撮影し、すぐさま本体に合流。ナスディ考案のルートに頭巻き込まれる撮影スタッフ。これ自分行きたいだけじゃん。洞窟を抜けると、さらに過酷な道が待っていました。ここからすごい、ここから下っけ。うわ、怖。下見たら怖。じゃあここから結構ね、まっすぐストレートに道が伸びていきます。こんな感じ。これついてますんで、一応安全のためにかけていきます。切り立った岩を安全具をつけて登ります。ナスディはスイスイ行きますが、撮影スタッフは。ちょっと早いって、危ないって。もう、うわ、すげえ。ここから見た、結構こうやって上から見るとすごいな。崖登ってきているように、本当大人のアスレチックな感じ。行きましょう。よいしょ。うわ、よし、よいしょ。だから早いって、置いていかないで。違う。あー、着いた。すごいビューポイント。うー、すごい綺麗。こう下空洞になってて、面白いね。こう割れて、ああいう風になってるんですかね。下が割れて、下が割れて、そこも風かなんか雨が溶けて、間もこう抜けてて、すごい。綺麗。ここが、ね、一番高いところです。ここが一番高いところ。ああ、気持ちいい。テレビ先で初めて登った。ああ、気持ちいい。これ、ツインギーと、こう緑と空が
いい感じですね。ちょっと怖かったです。うん、なんか岩登りしてる。はい。ジンギーのこの奥行きっていうか、もうずっと続いてるのも、うん、大きいですよね。ね、17キロって言ってましたかね。と南北、はい、で幅が4キロ5キロ。4キロ5キロ。大きいです。大きいですね。ちょっと岩が浮いてたりする。うん、浮いてるんです。浮いたみたい。水が入った。すごいな。ほら、荒涼とした乱れの世界だね。ずっと向こうまでついてきた。一角なんですね。すごいな。大自然が作り出した芸術だな。私もこういう芸術作品を作りたいけど無理だな。これさすがに全部だもん。これ作るの。ディズニーシーみたい。ディズニーシーの人もこれは作れない。こう。1990年。ツインギーデベマラ原生自然保護区として世界自然遺産にも登録されています。素晴らしい。 BBC が1週間粘ってもこの映像は撮れなかったんだ。ここすごい崖です。危な。ここから落ちたら人たまりもで、この先は吊り橋になっております。綺麗ですね。すごい。とてつもなく高い吊り橋を渡った先に、ここだ、あそこだ、城の左側にちょんちょんって、あそこの2匹は多分シワカですよね。あれそうです、あれ絶対そうです、シワカだ。この崖の上にいたんですね。ほら、この上にいたんですよ。で降りてきたんです、崖を。発見したシワカのいる場所に向かいながら別ルートも取材、そして追いつかなければなりません。もう何回大会出ろよ、勝手に。うわ、動きだけじゃなくて顔までキプレザルになってきた。夜行性のキプレザルの見せる。何かの大会出たら絶対優勝できるわ。シファカがいる場所に近づいてきました。北京シファカ。北京シファカ。北京シファカ。あれお腹見えます？ちょっとこれです。赤ちゃん。赤ちゃん。赤ちゃん。木登りしてる赤ちゃんが。あ、危ない危ない。危ない。お母さん触りついて。うわ、めっちゃ手振ってるみたいに。かわいい。やばい。赤ちゃんでもだいぶ大きくなってるんですかね。ひっついてるだけじゃなくて、こう木で自分も木登りみたいにしてますね。木に触りついて、かわいい。マダガスカルは世界で4番目に大きな島。その広さは日本列島の 1.6 倍にもなります。アフリカ大陸からおよそ400キロ。ここには独自の進化を遂げた珍しい生き物が数多く暮らしています。なんと動植物のおよそ8割がこの島でしか見ることのできない固有種なのです。その中で爆発的な進化を遂げたのがキツネザルの仲間。インド流をはじめマダガスカルには107種ものキツネザルが暮らしています。キツネザルの繁栄には実は地球を襲ったある事件が深く関わっています。6550万年前、巨大隕石が地球に衝突。急激な気候変動によってマダガスカルでも恐竜をはじめ多くの生き物が絶滅してしまいました。外敵となる肉食獣がいなくなった島にある日偶然
キツネザルの祖先がたどり着きます。競争相手のいないマダガスカルでキツネザルは様々な環境に適応し進化していったのです。その中に巨大キツネザルメガラダビスの姿もありました。体重はおよそ100キロ、インドリの10倍はあったと推定されています。これまでの調査からゴリラやヒヒのような姿をしたキツネザルが16種類いたことが分かってきました。しかしそうしたキツネザルたちが数百年前突如森から姿を消します。一体何が起きたのでしょうか。それは海を越え最後にマダガスカルへとやってきたたった1種類の哺乳類が原因。私たち人間です。およそ2000年前にマダガスカルへ渡ってきた人間は次々と森を切り開き焼き跡を始めました。生息地が失われるにつれ多くの食べ物を必要とした大型のキツネザルから姿を消していったのです。人間が島にやってきてからすでに原生の自然の 90% が失われたといいます。人と自然はどのようにして折り合いをつけていけばよいのでしょう。全部子供と家族みたい。でもあんな世界遺産ってこういう生活があると面白い、ね、これでも大事ですよね、うん、別にここに住んでる人その自然を痛めつけてるわけじゃないし、うんうん、一緒に生活して共存してますもんね。そしたらそれは許されることですね。なんか今世界的に入っちゃダメとかさ、確かに守ることばっかりするから、ね、でももうこれもこの風景も世界遺産って感じで、うん、だからこれもそうそう、ね、その一つなんですよ、ね、素晴らしい素晴らしい。ということで次の旅へ向かいましょう。私の子供や孫の代までの子がこの自然の豊かさを理解する、それができれば子供たちは自然をどう守っていくかがきっと分かります。そこから具体的な活動が生まれるはずです。この土地にちゃんと価値があるんだよってまず教えるところ始まってるんです。その通りです。キツネザルの出産の時期になると子供たちを森へと連れて行きます。するとキツネザルの赤ちゃんを見た子供たちはこんな風にわおわおわお、とても興味を持って見ているんです。子供たちが自分の国にしかいない動物を誇りに思うことによって明日の自分たちの国を守るのです。ジョアナ教授はキツネザル好きですか。もちろん大好きです。キツネザルは私の子供です。Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The wind will say your end is late. マダガスカルで出会った人、生き物、そこで生きる全てのものに生きる力を教えてもらいました。私にはまだ生きる力がない。マダガスカルでの最高の経験から自分の未熟さを痛感し、少しだけたくましさに気づけた、そんな旅でした。マダガスカルは多様な気候と手つかずの自然が残る貴重な島であり、その大地に暮らす人々も貧しさは残るけれど、おおらかさや生きる幸せを感じさせてくれました。地球はものすごい速度で変わりつつありますが、マダガスカルの素晴らしさはいつまでも残っていてほしいと願っています。生物の多様性を示すマダガスカル島、世界でも類を見ない自然の恵みの宝庫です。自然は人の暮らしのすぐそばにあるのです。太古から続く
自然と命の連鎖を守ることが私たち人間の未来を希望に満ちた明るいものにするのだと僕は思いました。いますか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は元気に撮影を続けております。大丈夫です。そして